皆さんこんばんは今夜も始まりました楽天スーパーライブ t v m c の遠塚奈美子ですよろししくお願いいたしますさあ今日もですね衣装は飯塚マニアストアーズさんに協力していただきましたじゃーんちょっと素敵ですよね今日の衣装はですねこちらがシャツこれフラワープリントのシャツになっておりましてこれワンピースとしても着ることができますが今日はワイドデニムパンツを下に合わせてみましたこれやっぱり ワイドのデニムパンンツ今シーズンも流行っておりますでこのライトオンスのワイドデニムパンツ新色の黒今私が履いてるこの黒がですね追加されましてちょうどこの着丈的にもね足首が見えてこれから夏のシーズンも涼しげでいいんじゃないでしょうかそしてこのシャツワンピースちょっと徐々に上に来ていただいたんですけどももう一回下がっていただいて全身映ったこのフラワーのねこれ転写したみたいなプリントがとっても 可愛くてロマンチックですよねそして足元はロープメッシュラバーパンプスになっておりますこちら驚きのお値段1080円とっても歩きやすいですし軽いのでこう旅行とかに持っていくもう一足としても便利だと思います夏のシーズンこれ涼しいこともあると思いますし <laughs> これラバーパンプスなので水とかもまあ多少は大丈夫ですようんきっと はい、合計で1万584円トータルコーディネートでこのお値段です飯坂ーーーマニアストアーズさんのページぜひチェックしてみてくださいさあそれでは色合いをこっちに移動しますさあということで本日はですね PGO ポイントレーター、はい、岡野さんと一緒にお送りしますよろしくお願いいたしますさあ はい、PGO がいるということで早速始めてまいりましょう、はい、いよいよ今週末から楽天スーパーセールが始まります、はい、ということでよりお得に買い物を楽しめるように今日から4日間連続でスーパーセール直前大攻略スペシャルをお送りいたしますイ、はい、イエ,ーイエ,ーイエーイ もうスーパーセールといえば一大お祭りでございますので、そうですね。もうここは PZO さんに大丈夫ですか？大丈夫です。まさか緊張されてます？大丈夫です。緊張はしてます。ます。大丈夫です。ぜひもう徹底的に攻略していこうと思うんですけども、そうですね。はい。今日はまずあの初心者の方に向けて、まあ基本的なところですね。こちらはですねあの五つのキーワードで紐解くスーパーセールと。 いいいうことでやっていきたいなと思いますなるほどだからこのじゃん後ろにホワイトボードがあって5つ書いてあるわけですねもうすでにそうですねすいはいすごい早速ねちょっと見ていきたいと思うんですけどえちょっとま,まだい待ってくださいねはい <laughs> また私が言うことがありますからね <laughs> えっとですねスーパーセーーーパセルのププレページが今日からオープンしてるんです先にちょっとそのプレページを見てみましょうはいじゃーん ここちらですねこれ私も見たんですけどもどど、はい、すごいですよね、事前にですね超目玉アイテムが公開されておりましてその他にもこちらねねそうです、ね、お得への第一歩、うん、予習事前準備とそうなんですセール開始前だけのチャンスですからね、はい、こちら抽選100名様限定となっておりますのでもう,あもう抽選に応募済みですね。はい もちろんね、私もオープンした瞬間にすごいもうやってますから <laughs> すやっぱりそうなんですね。そうですね。お得への第一歩でこちらね、絶対やっていただきたいと、はい、とこですね。またこうやって山分けだったりとか、えー、あとこの予約アイテムだったりとかってだーっともう長いページがうん、うん、もういろんなことが書いてありますね。結構この事前ページを見れば攻略できるものなんですか。はい そうですね。こちらでまあだい六割は攻略はできるかなというところですね。六割か。はい、じゃあ,あと四割はどうすればいいんですか。四割はこのスーパーライブ TV を見ていただければと思います。ありがとうございます。これ四日間連続でやりますから。はい。あとよだから今日一割まず見。そうですね。オッケーになるということですね。<laughs> 今日まず十パーセント保証してと。 というところですね。はい。はい、ということで、今日一日目はですね。まず知っておきたい基礎知識をビデオに。はい、紹介して、はいえー。いただきたいと思います。はい。はい。五つのポイント。はい。はい。こちらですね。すねはい。うん、こちらですね。はい。まず一つ、スーパーセールとは。はい。いうところですね。はい、その次が。 半額アイテムこれもうホームページに書いてある通りなんですけども、はい、やっぱ何といっても半額アイテムっていうのが一番魅力の一つとなっておりますので、はい、こちら解説していいいきたいと思います、うん、そしてこちら3つ目、はい、この「スーパーポイントアッププログラム」ほ<う>これがですねあのいつも楽天市場でやってるプログラムになってるんですけども、はい、なかなかですねあのこういう番組をやってると「うん、スーパーポイントアップって何?」 っていうのを、すごい、やっぱ聞かれるんですね。いや、私も最初、全然わからなかったです。うん。うん、そうですよね。スーパーポイントアップ、なんか、ポイントアップしそうだけど、うん、え、どういうこと。っていうのがありま。そうですね。どうすれば、ポイントアップするんだろうって、思っている方、多いと思います、ね。そうですね。ねうん、はい。なんで、そこのポイント、をちょっと詳しく。わかりやすく、解説していきたいなと。あと、その四ですね。こちら、はい、スーパーヒーローズ。うん、こちらがですね。あの、すごい、かわいい。はい、無料のスロットになってますので。うんうんうん こちらはですね解説していきたいなと思います。はい。そして五番目。はい。これが一番まあ重要かなと。<う>最大三十五倍って言ってるけど、まあどうやったらなるのかと。いやそうなんですよね。この事前ページにもポイント最大三十五倍って大きく出ておりますけども。うん、そうです。これどうやったらいくのか。そうです。P ジョーは言ってるわけですもんね。そうですね。毎回。毎回。一つは言ってます。うん、すごいね。確実に。さすがポイントゲッター。<laughs> この前岡野さんのここだけの話名刺を見ましたけども名刺にもポイントゲッターでちゃんと入ってましたねもうようやく認いいたただの誰に公認いただいたのかちょっとよく分かんないですけども。ということで PGO じゃあまずは1からもうスーパーセールとは何なのかをまず教えていただけますかそうですねもうスーパーセールとは文字通り超セールと。 なっております。いや <laughs> いやいや、はめて言うほどのことでもない。今、超セール、超セール。超ルいや、だスーパーセールですもんね。<laughs> 同じことを何回も言ってる感じで。まあ、だから、その楽天市場で開催されるセールの中でも。はい、そうです、ね。特にスーパーってことですよね。はい、そうですもう一番すごいセール。うんうん、これもう、あの、楽天もそうなんですけど。はい、楽天市場に出店されているショップ様が、ええ、あの、やはり一番力を入れてくる。 っていうのがここのスーパーセールですね。なるほど。なので、もうテレビ CM とかもバンバン入ってると思うんですけども、はい。はい、いました。もうやってますよね。えー、はい。といことは、ショップもう買う側は私たちはもちろんショップさんとか、はい。もうみんなが一台に力を入れているのがこのスーパーセールってことですね。そうですね。うん、まあショップ様も勝負だし、えー、ユーザーも安く買うっていうところではやっぱ勝負の一日。うんうん やっておりますだからこの事前の1週間ね、はい、大事なわけですよ。でまあセールのイベントといえばこうお買い物マラソンもありますが、はい、これとはどこ,か、はい、どこかが違うんですかそうですねお買い物マラソンと違うところっていうのは、うん、あのやっぱりポイントの倍率だったりとか、はい、あとその各種お店が出してくるクーポンとかですねそういったもののお値引きがちょっとよくなってたりとかやっぱりあのテレビシームとかやるので、うん、あのまだ楽天で買い物をしたことがないとか。 あんまり買ったことないけどちょっと見てみようかなっていうお客様がですねもういっぱいいっぱい来るんですね、うん、なるほどなるほどこの時にやっぱりお店もやっぱうちのお店で買ってほしいというところで力を入れてじゃあうちはふだん500円引きのクーポン出してるけど今回は1000円出しちゃいますようわうなるほどスーパーセールに合わせてクーポンが大量に出る可能性があるってことですねそうですね すごいやっぱスーパーセールって本当にそに目玉アイテム、うんはい、半額になるアイテムだけじゃなくてちょっとずついろんなところで安かったりとか、うん、もう全部が掃除で安いですよねそうですね、うん、なのでもうこのあの1 0百2時間ぐらいですかね、はい、はもう本当に激安のお祭りおこの時に買うのが一番安い分かりましたもうこれは言えるかなと。 思います。お墨付きですね。はい、おす墨付きです。そしてまあポイントゲッター的には。はい、そのお安いのはもちろん、ポイントも。超つくと。そうですね。うん、やっぱり先ほど申し上げた通り、うん、クーポンだけじゃなくて、うん、ポイントの倍率も実は上がっちゃうんですね。うん、お。これが一つやっぱポイントなんですよ。 ポイントめっちゃ言いますねさすねさがポポイインントトめっちゃ言うはいさっきの35倍っていうの後で解説しますけど、はい、35倍っていうの以外にも、うん、やっぱりショップ様の中でいやうちは普段あのポイントつけないからとか普通の1倍しかやってませんっていう,う、ね、店舗さんも、うん、もう5倍とか10倍とか20倍とか。 ええー、二十万のショップサマるんですね。あります。うわー、ちょっとその辺も後ほど詳しく聞いていきますが。はい、まずは何と言っても事前ページでも大きく出ています。はい、半額アイテム。そうですね。もう半額。これが、やっぱりスーパーセールの。スーパーあたりゆえんと。なるほど。もう半額のアイテムが、もうこんだけもうかき集めてきたよっていうのが、やっぱスーパーセールのポイントなので。はい。これがもうその二なわけですね。はい、もうその二、入っちゃいますけども。はい。 半額アイテムてんこ盛り。そうですね。早速ちょっと,ょっと見てみましょうよ。よせっかくなんで。今まだね、これ事前なので、うんうん、あのページ自体はなかったりとかっていうのがあるんですけど、どまあ例えばピザとかです。よね、えー、これあの出前で頼めるデリバリー、楽天デリバリーのところで頼めるナポリの釜。はい。こちらあの半額で出ちゃったりとかですね。あともうあの化粧品。はい。 こういった、エスティローダーさんとか。お、これも一万四千が七千円。ええ、本当な。激安じゃないですか。うん。めちゃくちゃ安い。めちゃくちゃ安いですよね。うわ、時計とかも半額になってる。時計ありますね。お、これも半額ですね。ははは。あと。ランニングシューズもだはい。え。え、え、待って待って、一万四千五百八十円が五千八百三十二円。はい。もう半額以下。半額以下です。え、すごい。 あともうルクルーゼとかあうなぎもおいしそうなぎもやっぱ夏場はいいですよね。うん、あとこういったねサイダーとか飲料系もこういったスーパーセールにまとめて買っておくとね,そうですね結構持ちますからね、うん、いいですよねこういった形でもうずら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 ほんとだお化粧品とかも結構あるんですねそうですねもうこの招き猫なんてねあレベットも半額だ、はい、すごいレベットも半額ですね ち,ちょうど欲しかったさあ他かにもおいっぱいえ、ね、電動ペダルか、はい、こういった車とかもあるんですねこれはまあおもちゃの車なんですけどあああこれはあの子供が踏むと自動で走るやつですねうこういったものもあるしあとやっぱりこうペットを乗せるペットカートだったりとかはいはい、はい、やっぱ普段買うとなるとちょっとお高いものがこれだけお安いとはい。 嬉しいです。お、そうですね。こういうプール、すごい方プール。きいですねこれ。はい。こんなね子供が何人も乗れちゃう,ようなプール本当ですね。これ大人も乗れそうな感じですけど。ね、はい。いこれも半額だったりとかですね。いやこれ SK ツーさんとかもね。すごいな。はい、<あ>これも自転車もだ。自転車もね。え、自転車すごいですよこれ。七 <laughs>、ね、万九千九百二十円が一万九千九百円？はい。十個限定ですけどね。 これちょっと待ってください。ピージーを。<GO> はい。これ十個限定とかっていうのは、はい、やっぱ早いもの勝ちなんですか？もちろん早いもの勝ちですね。ってことは常に見ておかなければいけない。そうですね。やっぱお時間がありますので、うん、時間調べていただいて待ってるしかないんですけど、うん、まあこちらがの一般の方は買うことができる商品ばかりとなりますので。うんうん、なるほどですね。はい。 あ見て1個っていうのもあるんですねそうですねこれはすごいフランスのバカラが作った日本の縁起物バカ,バカラのマネきネこ、ね、これすごいですね、はい、こういったレアな商品もお安くなってるとそうですねもうてんこ盛りですねうわーなんか PGO が今ちょっと目をつけている半額商品とかあるんですか、はい、僕はあちょっと半額じゃないんですけど、ええ あの単純にそのポイントで、あのポイントがいっぱいつくときに買おうと思ってるグラスとかはあります。グラス？グラス。意外ですね。意外ですか。ええ、そうなんですか。やっぱ高いものだからってことですか。そうですね。あの値下げしないんですよ基本的に。なるほどなるほど。値下げできない商品なので、あのちょっとそういったポイントをつけて買った方がお得ですよねっていう話ですね。 かですねをもうここで事前ページは見ることができますしもちろんスーパーセールが始まったらどんどんとページが更新されていくとこれ以外にも本当にお買い得な商品半額以下の商品っていっぱい出てくるので本当に100万商品以上が半額になるというのがもうこのページに書いちゃってますのでじゃあ絶対なんかれですね1万点以上どどんとご用意と本当だ形ですね。 はい。じゃあまだ出てないものももちろんたくさんあるということですね。そうですね。うん、でタイムセールって全95回あるんですよ。はい。この全95回の中に自分の欲しいものが入るかどうかっていうところもあかなりあるかなと。見どころですね。そうですね。タイムセールってどうやって見ればわかるんですか。タイムセールは、うん、あの基本的にこのスーパーセールのトップページが、はい、あの。 スタートするとどん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 ,どんあの三十分に一回とかで切り替わっていくので、その時間に合わせて見ていただいて更新してでそこでまあ買っていただくという形ですね。じゃあタイムセールはトップページでちょっとチェックするのがまあ一番早いかなっていう感じですか。うん、そうですね。うんうん、はい。あとはお気に入りのショップさんであったりとか、はい、気になるものがあるショップさんは随時見ていただくという。うん、そうですね。やっぱりまず買い方としてはあの常にこう気になるショップからまず見ていくっていうのが。 一番ですねやっぱり普段自分が欲しいとかこれちょっと興味あるなって思ってるショップさん一回買ったことがあるショップさん例えばお米とかお水とかはよく買うじゃないですかそうですねそういうところからまず見てって今回クーポンあるのかなとか今回ちょっとポイント倍率どうなんだろうなっていうのをまず調べておくとそれってショップさんによってはスーパーセール前にもう出てるところもあるんですか クーポンに関しては事前に配布っていう形が多いので結構事前にもう配っているでスーパーセールから使えますっていうのが多いですな、ねうん、なるほどなるほほどど、はい、もう予告していてっていうことですね。はい、ってことは今もう1週間前ですからそのショップちょっとチェックしておいた方がいいですよねチェックしていっていただいた方が、うん、あがより効率よくポイントもゲットできると。よ、うんうん じゃよく買ってるお洋服のショップさんとか見た方がいいですよねそうですねまあ今日トンちゃんが衣装を着てる居雑貨さんとかもやっぱりクーポンとか結構発行されているところなんで,そうなんですよ、はい、こんなにあのお安いのにもともとまたクーポンも出してくれているのでそうですよね,ね今日トータルで一万円じゃないですか一、はい、万五百円ちょっとじゃないですかこれ多分一万円 切るんじゃ。とこまでいけるんじゃないかなっていう。スーパーセールなら。スーパーセールなら。でさらにポイントも。ついちゃう。いや、もうこれ。激安。激安ですよ。本当に。ね。ちょっと、ちょっと、じゃ、あ次行きましょうか。三番。はい。三番、じゃ、スーパーポイントアッププログラム。こちらですね。解説していきたいと思います。スーパーポイントアッププログラム。どういうプログラムなんですか。 まあ、文字通りありポイントアップしていくっていう、うん、プログラムになるんですけども、うんはい、こちらいくつか条件がありまして、はい、まず一つ目あの楽天でお買い物するだけで、うん、1%, 1ポイントが貯まりますとこれ普段そうですよねこれ普段そうですよね。そうしましたら例えば楽天のですね、うん、楽天カードを持っているとこちらプラス3%。うんはい これで4ですよねうん、うん、それで楽天市場のアプリございますので、はい、アプリを使うとこちら 1,、はい、1%これで5%ですねはい、はい、さらにこのカードがプレミアムカードかうん、うん、ゴールドカードに、うん、なっているとさらにプラス1%となりますうんうん、うん、はいはいこれで6%還元とさらに 楽天モバイルですね、はい、こちら入って頂い,いているとさらにプラス1%となります、はい、これ楽天モバイルもお得なんですよねもう超安いですよねすでこれを全部、えー、クリアしていただくと、はい、7%、はい、いつでも7%でこれはスーパーセール限らず普段でもって普段ってことですよねそうです普段ですふだん,うん、うん、普段7%で買えますというところですね かできる限りこれは達成した方がいいですよね、そうですねポイント貯めようと思う方はね、はいまあ、やっぱ無理ないところで、まあ、大体あの楽天カードで買った方がお買い得なのでそう、まあ楽天カードはね、結構思ってる方、多いと思いますし、はいはい、アプリも、まあ、正直、ダウンロードするだけですからそうですね無料ですし。無料です、えー、はい でまあ、プレミアムカード入っちゃうと 1>,、はい、まあ1万円とか年会費でかかっちゃったりとかあと、はい、まあゴールドカードあと2160円ですかね、はい、かかったりとかっていうのはあるんですけど、うんまあ、すぐ元取れちゃう感じですねこれだったらねそうです、ねうん、プラス1倍だけで考えると、まあ、大体20万円ぐらい年間で20万円ぐらいお買い物される方は切り替えちゃった方が 実はお得だった。なるほど、なるほど。いう形ですね。はい。さあ、そして。はい。そして、これの。こちらですね。まあ、自分があの。何倍なの。ベースポイント何倍なのっていうのは。まあ、大体わからないっていう方がほとんど。でそうなんですよ。それ。ちょっと今どこを押しました。今ですね。はい。この。楽天市場のトップページの。の。あ、ここです トップページのこちらですね、うん、右側スーパーポイントアッププログラムって書いてあるところクとこちらをクリックするとスーパーポイントアッププログラムのこの説明ページにいきますとでこの下にですね、はい、こう組み合わせは自由ですよってことが書いてあるのと同時に、はいえー、これ今あなた達成してますねっていうのがこれもわかると。 あどんどんこれもう達成ってなっていくわけですねそうですい。なので今あなたのベースポイントは4倍ですと、はい、なので4%還元ですよ、うん、この状態ですねこの状態ですねでアプリを落として使っていただくと5倍になりますと、うんはい、5%還元でいつでも買えますよっていうところになりますねうんうん、うん これがまあベースのポイントになっていくわけです、ねはい、そうですすねね、うん、そうちらがベースのポイントとなっていきます。ーーということはまあ今すぐできるアプリをダウンロードするっていうのは、はい、これダウンロードしただけでプラス1倍つきますからそうです、ね、まだしてない方は、はい、まあスーパーセール前にしていただいて、ね、ねえ切り替えられる方もすぐね切り替えていただければうそうですね。楽天モバイル使ってる方はもう常にあの1倍。 うん、ついてるってことですね。ついてるっていう形なので、うん、もうどん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 ポイントアップしていくよっていうところですね。はいはい。はい、すごいな。はい。本当にたまりやすいですよね。はい。めちゃくちゃたまりますねうん、うん。え、これでもすごいですね。本当にあ、なるほど。こういう説明の画像もありますから。そうですね。ぜひこちらのページを見ていただいて。はい。うんうん。で、まあ本日のポイントアップ商品とかって。 ありますので、はい、ここをクリックしてもらうと、またちょっとお得なポイントアップ商品とかが見ることができると,いうところですね。はい。はい、うんうん。はい。で,ね、では戻っていきたいと思います。はい。はい。で、このスーパーポイントアッププログラム7%、はい、まあいつでも7%ついてくるっていうプログラムなんですが、はい、このまあ自分の条件をチェックしてベースポイントを確認し、うん でからスーパーセールを迎えると。そうですね。うんうん、これがまず基本。基本基本。基本これが基本です皆さん。超基本です。<laughs> これまずわからないと <laughs>、うん、あの自分が果たして三十五倍の資格があるのかどうかっていうのがまずわからない,い。そうそうそうなんですよね。うん、だから一回確認してみるのはいいかもしれないですね。そうですね。うん、はい。結構あのー。 まあ買ってる方の声っていうのをまあ今日のプログラムもそうなんですけどあの実際に何聞きたいっていうのを事前にアンケート取って確認して作ったんですけどおおすごいなるほどなるほどそうしたらあのよく分かりませんっていう声がありましてで社員でもあの正直な話自分が何パーセントぐらいたまるのかなっていうのが分かってないとそ,それはよくないですね。それがもうだめなんであのちょっと教えて PGO と。 なるほど。ということで、今日はもうだから教えて P.G.O ですからね、はい。そうですね。皆さんからわからないことがあったら、またあの、はい、<laughs> 書いていただいて、今日も YouTube ありますからね。ねどしどしはい。どうしどしいただければコメントでも、ね、書いていただければと思います。いますね、はい。さあ、そしてその四。はい。こちらスーパーヒーローズ。はい。これがですね、うん、無料で遊べるお得なスロットとなっておりまして。はい。 これもうね、下の方にあるんですけれども、はい、こ,のこちらですね、はい、かわいいですよね、これを、まあ、こうまく押していただくとスーパーヒーローズに挑戦すると、うん、で総額1億円相当のポイントとかクーポンがザクザク当たっちゃいますよというのがスーパーヒーローズと。 なっておりますこれも簡単でしかも登録もいらないですし、はい、無料ですからそうです、ね、もう今すぐぜひ皆さん挑戦していただきたいですね。でこれやるとヒーローたくさん呼んで 600,、うん、600人ヒーロー集めて、はい、こちらですね200円分のクーポンボーナスクーポンというのがゲットできちゃいます。うん、い,やーいいいやで「すよこれは、うん、でヒーローズの秘密その2 はい、書いてあるところこれがステージごとに得点っていうのがありまして、うんはい、でただでさえ結構いろいろ、まあ、ポイントもクーポンも山盛りだと、はい、さっきは <laughs> 話させていただいたんですけどうん、うん、このステージ、えー、と本日からですね、はい、12日の10時から引いて頂い,いて、うん、当たればこの30ポイントもらえます。 なんで二十万本出るんで、はい、これまだ引いてない方、うん、あの十四日まであのこれ出ますので、はい、あの今日明日あの必ず引いていただきたい。でもうなんだろ出てる方もいらっしゃるってことですよね。そうです僕もさっき出たんで、えーはい、引いて出たんで。二 <laughs> 十万本の一本引けるんですね。あれはゲットしました。ちょっとせっかくだから一回やってみましょうよ。そうですね。ね、こちらね、まっすぐ挑戦する。 これね結構ねかわいいアニメーションが、ね、これ楽しいでですすよねねそうですねでこの SN「SNS ログインをおすすめします」って書いてあるんですけど、はい、SNS のログインをしておくと、はい、あのデータがセーブできるのでへ<ー>例えばあのスマホでなるほど、ね、そうなんだスマホで引いても PC で引いてもちゃんとログインさえしてれば例えば自分がもう100人集めてますって言ったらじゃあ次は101人からスタート形になりますので。へ<ー>え ああヒーローさあヒーロー呼びますよそれでいい家具 <laughs> それでいい家具が出ましたねで何か掴んでくれましたはいショップ限定クーポンおおすごいこういった形でうん、うん、あのもう店内全費20%オフになるクーポンすごいですよねもうすぐゲットできちゃうんではいもうで自分のページからクーポンを見ることができるとそうですねいうことですねこれもう,もう本当にお買い得ですねあ間違えちゃった これちなみに一日一回なんですか？いや一日も何千回でも行えます。あこれ出たヒーローたっぷり呼ぶ。これ何ですか？これねレアボレアものでレアボタンでこれ押すといっぱいヒーロー呼ぶんです。え？三十人のヒーローたち来てくれましたよ。そう一発で三十人来た。なにそれ？ラッキー。そんなことあるの？そんなことあるんです。ラッキーヒーローズになってる。そうなんですよ。あレベルさに達した。 早い。そうなんですよ。で、これもうレベル三度の十人以上なんで、レベル四で百人からなってますね。なるほどです。そうですね。で、これを六百人集めていただくと、この二百円分のボーナスクーポンというのが。出てきます。あ、もうもらえるんだ。もらえるんですよ。すごい。え、たくさんヒーローを呼ぶにはっていう。はい。あの。コツも書いてあるんですね。はい。ヒーローたっぷり呼ぶ裏技。これ。チラシにたまに現れる。ヒーローたっぷり呼ぶ。 さっき出ましたよねそうですねさっきはえっと二個目ですねショップ限定クーポン取得後なのでこれ取ったら一回使えるんですよあ、じゃいろいろなパターンでヒーローをたっぷり呼ぶが出てくるわけですねそうですねだからここに一場アプリのお知らせに現れるヒーローをクリックするとってあるんでやっぱ一市アプリは入れとかないと損そうですよねお知らせに現れるんですもんねそうなんですよで、あとパンダヒーローですねお買い物パンダこれかわいいいろんな コスプレをして出てくるんですけど、えー、これを集めると、またヒーローをたっぷり呼ぶって、呼べると。かわいい。これ全部集めると、うん、まあ六百ぐらいにはなるかなと。そうですよね。ういうねはいえ。ちょっともう一回引いてみましょうよ。せっかくだから、どんな。すごい、本当だ、裏技発動してる。そう裏技発動して、パンダヒーロー出ないかな。あ、パンダヒーロー出なかった。<laughs> <laughs> ずっとね水コップが出水コップ出てきました。したさあ何が出るかな。何でしょう。あ、あシャープ限定クーポン。ソウルベリーさん、はい、全部20%オフ。これすごいですよね。これ店内全品ですよ。うん、店内全品が20%引きでも変えちゃうと超お買い得じゃないですか。いお買い得。えこれだってしかも何回でも引けるわけですから。そうですね。もう自分の好きな ショップというかショップ好きなジャンルが出るまで引き続けたらいいうん、うん、そうですよね。はい。もうそれだけで百ぐらいはいくんで。これもうじゃあだから空いてる時間は常にね。そうですね。ちょっと押し押してくださいよって感じで,ずっと <laughs> です、ね。ずっと押してればずっと押してればずっと溜まっていくっていう。いうことですね。はい。送る人がですね。そうですね。これヒーローのね。そうです。まあヒーローはあの一応楽天のサービスとかをもじったものが、はい、結構多いんでなるほどなるほど。はい おおすごい。まあねクローズが出ましたね。わ楽しいですねこれ。そうですねもうこれどん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 引いて。自分が興味あるものが出ますからね大体ね。そうですねこれあパンダ出た。パンダヒーロー出た。パンダヒーローかわいい。お買い物パンダライダーですね。みんなの人気もの。出るですねすごい。これ結構ね面白いんですよねやっぱりはい。 こういったで,でゲ今パンダヒーロー出たんで,、はい、でパンダヒーローがさっきのパンダヒーローの中の1個な、うん、るほどなるほどそういうことか。形ですね。なのでこういう感じで,ですねねこれねパンダのオフィシャルサイトとかにねすぐ飛んだりとかもできちゃうんでねいこういうの見てなんかちょっと癒されながらまた弾いてみたいな。ず でできますすねそうなんですよこれ結構楽しくて、うん、僕も何回も何回もずっと弾いてて、うん、またこれかとか思いながら <laughs> <laughs> またこいつ同じやつ出てくる, <laughs> 出てくるんですね同じ,やつ同じやついっぱい出てくるんでそうなんだでもまあスーパーセール前にこうやってクーポンを獲得しておいて、はい、スーパーセールに使うっていうねそうですねこちらスーパーセールも使ってもらって、はい、楽しんでいただくというところですね、うん、はい。 子ども、これ準備することいっぱいありますね。そうですね。うん、もういっぱいありすぎてちょっと困っちゃうんで、うん、まずは今日は基本基礎知識。知識ですね。基礎知識というところですね。はい、でその後ですよ、はい。はい。その後最大35倍はどうやったら行くのか。はい。これもうねすごいやっぱ聞かれるんですよ。うん、はい。であとはやっぱ聞かれるので多いのって本当に35倍なんのみたいな。いや確かに。 って思うじゃないいい証明してくださいそうですよねはいはい、じゃあ証明していきたいと思います、はい、まず先ほど話したこちらですね,ですねはいこちら7倍ですよね、うん、スーパーポイントアップで7倍となりますと、うんはい、でこれにですねあのショップ様のポイントが最大19%、はい、まあ最大20倍とうん、うん、でこれですね なんかよくわかんないなと思うんですけど20倍っていうのはこういうことふ普段の1%に,にショップ様が独自に19倍まあ20倍ですねこちらつけていただくとプラス19%、うん、で合計で20%になります、はい、なのでこれが乗っかってきてドンという形ですねはい、はい ただこれだとまだ26倍なので最後にこの買い回りキャンペーンはいこちらがプラス9%になりますのでこれで最大35倍と。今じゃあ足した2つについて詳しく聞いていきたいんですけどこのショップポイント最大19%っていうのはどういうことなんですかこれはショップ様が独自に あの、まあ、うちは、あの、まあ、お客さんにいっぱい来てもらいたいんで。うん、まあ、十、十、十倍だったりとか、二十倍だったりとか、歓迎しちゃいますよ。っていうことで、うん、あのお店独自につけてる。ポイントになります。なるほど、ということは、ショップさんによって、ここの部分は変わってくるってことですね。そうですね。うんうん、はい。こちらが、まあ、例えば、少ないところだと、本当に。あの、こちらの基本ポイントのみ。買い物したら1、一パーセント貯まりますよっていうだけなんですけど。これが。うんうんうん あのお店によってはもうこの時期だけ期間限定で20倍つけちゃいますと。あ、うん、ま、はあ、い、すごい太っ腹ですよね。はい、これちなみにスーパーセール以外で20倍とかをつけるショップさんっているんですか。はい、うん、まあいますね。あ、いるんだ。います。意外と。います、ね。でもまあほぼあんまりないってことですよ。 そうですね。やっぱなかなかやっぱり二十倍ってことは二十パーセントビギってことじゃないですか。うん、そういうことですよね。ポイント還元ってことですからね。だから千円のものを買ったらもう二百円返ってくると。うん、いやすごいことですよね。はい。でまあスーパーセールになるとこのポイント二十倍っていうショップさんが結構増える、はい。そうですね。やっぱ皆さんあの力入ってくるのでもうここで勝負だと。うん、なるほど。はい。 多いな。まあ20倍までいかないにしても10倍は結構多いですよね。そうですね。はい。まあ5倍普段の本当につかないところでも5倍とか、はい、やっぱ10倍とかっていうのはかなり増えますね。うん。まあ、だからスーパーセールに合わせて各ショップさんこういったポイント何倍っていうのを上げてきてくれていますから、そこも注目してショップポイント最大20倍となりまして、そ,でねうん、そのもう一個上買い回りキャンペーンっていうのは、はい。 どういうことですか買い回りキャンペーンは、うん、えーとちょっと、ね、商品を実際に見ながら説明したいなと思いますけれども、えー、例えばこの父の日にギフトとして紹介していた、はい、あの木桜さんのですね、はい、こちらの父の日のセットがットです、ね、あるんですけれども、はい、こちらねよい待ちセット、はい、これは3400円で。 うん、売ってるんですけれども豪華ですすけども豪華よこのグラスもついてますしね,そうですねもグラスもビールもついてたりお父さんこれ送ってくれたらあ嬉しいと思います娘に送られたら娘から送ってもらったらそれを、まあ、例えばこれ1本だけ売ってますって言うんでまず1本ちょっと飲んでみようかなと思って買いましたとその後でまで、あ、スーパーセールやってるからとりあえずこれ2本買ってみましたと。うんうん いうことをしても、一店舗と。はい、まあ、そうですよね。同じ店舗さんですからね。同じショップで。買い回りにしかなっていないので、はい、これだと、あの買い回りの条件にはならないと、いう形なんですね。うんはい、だけど、これが。例えばですね。と、そちらにある。はい。はい。本坊酒造さん。はい。はい。じゃ、こちらの本坊酒造さんの。こちらも、父の日にはおすすめ。でじゃ、あの、父の日のギフト。うん。 こちら飲み比べセットですね。はい。ちょっと開けてみましょうか。当時厳選の。はい。はい。これね、のっちさんもね、飲んでました。ねそうです。私もいただきましたけども、とても美味しいものばかりでしたね。そうですよね。で、こちら、もし、買っていただくと。はい。まず、本坊酒造さんで。一個買って。この黄桜オンラインストアさんで。一個買っていただくと。はい。こちらで、二店舗と。なるほど。買い回りと。 もう2ショップ買い回りができたわけでですねはい、いショップ買回りがきましたさらにさらにこの肉の口さん例えばこちらですね飛騨牛の牛まぶしセットもう豪華ですよね豪華これをさらに買っていただくとこれで3店舗と3店舗買い回りってことですね買い回り達成となりますのでプラス2%さらについちゃいますと すごい。と、はい、いうことはスーパーセールは 1>,、はい、まあ1店舗で大量に買うっていうよりは、はい、いろいろな店舗でいろんな商品を買うのがおすすすすめとうこででねねそやっぱりあのショップ様によってはあのこの買い回りっていうのを結構重視されてるお店様もいるのでへ、はい、1>, 1ショップ1,000円以上税込み必要なんですけども例えば1,000円、まあ、これが1個例えば1,000円だとしたら、はい、1,000円1,000円1,000円で3,000円。1, 違うお店で買っていただければ、プラス、え、二パーセント、ポイントがついちゃいますと。なんか、だからスーパーセールになると、千円ぽっきり商品っていうのが出てくるわけですね。うん、そうです。ああ<ー>、そういうことです。そっか、だから、いろいろなショップさんで、いろんな商品を買って。はい。まあ、今回、この父の日ギフトとして、おすすめしましたけども。はい。まあ、お中元とか。そうですね。これからの季節。はい。だお中元も、一つのショップで。 全員に送るんじゃなくて、はいろいろなショップで一人、この一商品ずつ送るのがいいってことですね。そうですね。なので、例えば、あの、まあ、あの人はちょっとグルメ好きだったから、うん、あのグルメ。あげようかなって思ったら、はい、さっきの向この樋口さん。向樋、ね、口さんのひだ牛をちょっと牛肉好きな方に送っていただいて。うん、お酒が好きな方には、本坊酒造さんだったりとか。うん、まあ、こちら焼酎の。 美味しい焼酎になっているので日本酒がいいという方はこの木桜さん、うんはい、まあ買っていただくのがいいのかなという形ですねなんかそうやってまあ相手のことを考えて送るっていうのもすごくいいことですしねそうですね、うん、いろんなショップさんで買い回りもできますからおすすめになっております、はい、ちょうど今お中元もそうですけども、はい、ボーナスもね そうですねやっぱボーナス出たからとかボーナス出そうだから何か買おうかなって思ってる方すごい多いと思うんですよ。なのでやっぱ家電とかこうなっちゃうじゃないですか例、はい、えば、ー、テレビ買いたいなとか、はい、あのレコーダーちょっと新しく買い替えたいなって思ってる方がいたらまずはあの10個買い回っていただいてそれからなるほどそうかそうです私も家電を 全いろんな店で全部買うあそっかそっか。細々とした例えば1000円ぐらいのものをまず10店舗、はい、買い回りした後に家電っていうその大きなお買い物をすればすポイントその分つくってことですもんねそう,ですそうかじゃあスーパーセールそういう大きな買い物をするのにもおすすめってことですね、うん、おすすめですうわ で特に今回は<ー>あのやっぱ6月って夏のボーナスが、はいうん、まあ今ねちょっとね景気もね上向いてきたので<お>ちょっと期待できちゃおうかなっていう感じ夏のボーナスボーナス特集もね先日紹介してたと思うんですけども、はい、まあここで何買おうかなって思ってる時にやっぱりいろいろちょっと小物をまず買っていただいて、うん、でそこでまあ9個。 買ってていいただいて、はい、最後の1個でじゃあいよいよ本丸としてレコーダーを買うとか、はい、なるほどそしたら普段ね10倍とか20倍なんないじゃないですか、うん、レコーダーとか、うん、もう5倍ぐらいがいいとこですね、まあ、最大ついても、はい、でそんな時にそれを買っていただくともうそれだけでまずは10倍確定じゃないですかすごいですよすごいことですよそうですよねうん、うん、でそれでスーパーポイントアップこれ組み合わせていただいたら15%。うんうん ポイント還元とかになるわけじゃないですか。はい、それは一万円で千五百円返ってきますので。すごい、すごいことですね。一、まあ、万円で四千五百円ですよね。おお、計算早い。はい、今全然計算できなかった私。<laughs> 早いですね。だって、それこそテレビとか。四、五万円するようなものを買ったら、うん、それだけそのポイント還元率が高ければ。返ってくる量も多いですから。うんうん、そうですね。すなるわけですよ。すごい。 で4500ポイントとかもらったらまたその4500ポイントで楽天ブックスとかで DVD 買っていただいて、うんはい、そうですね,もうねお洋服とかもね買えますし、はい、うわー夢が広がっちゃいますよね BGO はそうやってるんですかいつもそうですね私はね基本的にもう0円で買いたいなーっていつも思ってるんで <laughs> もうポイントで <laughs> ととただちょっとねあのー まあこの仕事を始めてから、うん、えこの仕事で言うのあれですか P G O P G O 始めてからですね <laughs> はい P G O という仕事を始めてから P G O と,、はい、という仕事を始めて肩書きをもらうまでに、はいはい、もう今年全部のセール参加します <laughs> すごいで全セールで、はい、あの10個 <laughs> 以上買,買いまって、はい、ポイントもらっちゃってるんで、はい、もうすでに10万ポイント超えましたえー、すでに10万ポイント超えてます,すごい でえだって、ま、今年で今年ですよもう5か月で10万ポイントはもう達す,すごい人がいるもんだ、はい、えってことはこのスーパーセールでどのぐらいまた貯めようとお考えです大体、まあ、いい1回で貯まる量って1万5000から2万ぐらいは貯まると思うのですごい,いやそんな PHO でもやっぱりスーパーセールが一番貯まる、はい、そうですねですやっぱトータルで見るとスーパーセールが一番 溜ままってますねな、うんやっぱでかっていうと、うん、やっぱお店の力の入り方、うん、これがもう段違いに違う <laughs> <laughs> 段違いに段違いに違うそうなんですねもうやっぱりみんなねスーパーセールってなるともうみんな「a いえっていうぐらい <もう S 1> 気合い入ってここに合わせてもうここに合わせてもう焦点合わせて。 もうだからそれだけポイントを食べている上に、うん、ショップさんのことも知り尽くしている PGO が言うから間違いはないですよねそうですねやっぱお店と、うん、あのユーザーの勝負の時なんですよねすみません <laughs> お祭りの雰囲気がだいぶ変わってきましたけどもい<や>そうなんですねお祭,お祭りなんですよ、ええ、お祭りなんですけど、はい、もうここからあの勝負の時勝負の時が来たと勝負,勝,負勝負ですよ勝負ですよおお。 急に、はい、急にカメラ目線しましたね。<laughs> なるほど。もうねユーザーと店舗の勝負だなと。わ、はい、かりました。もういつも思ってます。あ<ー>はい。ちょっとじゃあ今まあ今、えー、その後までご紹介してきましたんで、はい、まず今日の大攻略スペシャル一日目振り返っていきましょう。はい。はい、まずスーパーセールというのは、はい、ビィジオ。はい。楽天市場で開催されるとってもスーパーなセールのことです。 文字通りスーパーなので、えー、半額アイテムてんこ盛りクーポン出まくりですポイントもいっぱいついて超お買い得です <laughs> そしてその2急に読み始めましたけど、はい、なんでどうしたんでしょうか <laughs> <laughs> そ,そしてその2は半額アイテムがてんこ盛り、はい、半額アイテムてんこ盛りですね、<で>はい、こう事前ページにも出ておりますけどもう、はい、もう全部でね95回もセールがありますので50%オフの もの、まあ、五十パーセントオフ以上のもの、多数出ますので。うん、ここで見ていただいたりとか、あとはですね、やっぱり、その、さっきおっしゃっていただいた千円ポッキリとか。はい、まあ、そういったところですね、これでもう買い回っていただいて。どん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 、あの、激安アイテムを探していただければと思います。はい、その通りでございます。さあ、そしてその3、はい、その三。スーパーポイントアッププログラム。はいね、スーパーポイントアッププログラムが。 こちらですねはいこちらです、ね、はいこちら、はい、スーパーポイントアッププログラムですね、うんはい、まず楽天カードアプリ、はいえー、プレミアムカードもしくはゴールドカード、はい、あと楽天モバイルですね、はい、こちらを組み合わせていただくと7倍となります、うん、で7%でいつでも購入ができる素晴らしいプログラムですはい、はい、でこちらはもう常に常に そうですスーパーセールとは関係なく常に開催となっておりますのであの今でもこの自分の条件はすぐチェックすることができますそうですね、はい、はい。こちら専用ページありますので、はい、先ほどの楽天トップページの右側クリックしていただくとうん、うん、自分の条件がどこに当てはまるのかと、はい、すぐに確認していただくことができます、はい、今日はあの PC の画面で確認しましたけども、はい、スマートフォンからも確認できるんですよね確認できますはい ぜひぜひあの気になる方はまずベースポイントをチェックしてみてください、はい、さあそしてその四はいこの4ですはいはいこちらですねさっき引いたお買い物パンダヒーローとか出てくるですね、うん、スーパーヒーローズ、はい、こちらも無料で参加できてポイントやクーポンが当たるととってもお得な企画になってますので、うん えー、中に出てくるまあパンダヒーローですね。こちらコンプリートすると、えーまあこちらちょっと間違ってますけど、うんえー、全ショップで使える、えー、200円クーポンはえっ、ー、と6 0 0 6ヒーローですね。ははは。集めると、あそういうことですね。はい。もらえます。はい。わかりました。まあこちらもあのパソコンの画面で先ほどやりましたけども、はい、スマートフォンでもできますので。はい。 はいぜひチャレンジしてみてください、ねはいはい、もう移動時間とか結構やっちゃうんですよね、はい、あれね、ねどんどん溜まっていきますんでもうちょい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 引きますからね、うん、もう三十ポイントもらえるまで皆さん引いていただける <laughs> いやそうなんですなんで笑ってんですか <laughs> 急にどうしたんですか <laughs> え、PGO は今何百人ぐらい集めてるんですか 今ですね100ちょっといってますねすごいさすがですねさすがポイントゲッターをお仕事にされている方ですねそうですねすごいですプロなんでねプロなんでねさあそしてその後でございますはいその後最大35倍はいもうう一度ちょっっとのかからどやて倍になるはいまず自分の倍率を確認していただいてはい してですね、はいえー、ショップ様のポイントまあそのアイテムを買う時にですね、はい、この、えー、ショップのポイントは何ポイントつくのかな何倍つくのかなっていうのを確認していただいて。<laughs> はい できればあの19%プラス、まあ、20倍ですよって書いてあるところで買っていただきたいんですけど、はいまあ、なかなかそういったところもあの全部が全部あるわけじゃないのであるものに関しては探していただいて、はい、ないものに関しては極力最大20倍を意識して買っていただくとうん、うん、このショップポイントっていうのは、はい、その各自のショップさんのページでしか確認することででできないんすすかそうですねは気になるショップさんで確認していただくという形ですね、はい、ですね。うん それでであとはこちらですね、うんはい、買い回りキャンペーンでプラス9%となりますので、はい、10ショップ、こちらですね1つ目指していただいてというところんなショップさんで、まあ、1000円以上のお買い物をしていただくと、はい、こういったポイントアップにもつながりますのでスーパーセールの時はいろんなショップさんで買っていただくのがいいと,いう,ことで、ね、そうですねやっぱ気になるショップさんの中は1回まあ入ってみて。うんはい 本当にこの、まあ、商品がどのぐらいプラスになってるのかっていうのをまず見ていただいてそれからまあ比較していただくのが一番お得に買うコツです。うんしかもショップさん独自のクーポンがあったりもしますからね,そうですねショップさんのページもこまめにぜひ見てみてください、うん、はいえっとじゃああ質問が来ております PGO が買った中で一番お得か、はい <laughs> 一番お得これはもううガチでいきましょう一番お得だと思ったもの、はい、お得っていう表現がなかなか難しいですけども、まあ、ポイントの還元率であったりとか、ね、お安さであったりとか一番,一番お得だったもの、うん、一番お得だったものっていうと、まあ、たまちゃんショップのナッツですかね。 <laughs> すごいたまちゃんショップさんのナッツ,ナッツこれはまず1250円だから1280円ぐらいだったと思うんですけど、はい、そこで、えー、さらにクーポンで200円引きとかでなりましてさらにポイント10倍とかだったんですよね。すごいはい、であとはあもう一個言うとティーライフさんっていうところの、うん。はい まあ多分番組でも何回か紹介してるんですけど、はい、お茶ですね<ー>ルイボスティーあルイボスティー,ティーはい、うんうん、えっと千円で五十本入ってるルイボスティー,ー、はいね、こちらがなんとポイント二十倍ついてまうわすごいえこれはセールの時ですかセールの時二十倍ついてたので<ー>そこで買いましたね、はい、それはお得ですね、はい、いや しかもこの買い回りもした上でだともっとつきますもんね、うん、そうですねだ、うん、からそれだとやっぱりあの通常何もしない状態でもうここまでいっちゃうので、はい、でこれプラスこれだけでもまあ相当ですよねうん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 ことこです、ね、いうことですね、はい、さあそして続いては PGO が今回のセールで狙っているものははい狙っているもの こちらですねあのちょっとプロテイン買おうかなプロテインまたちょっと飲もうかなって思ってまして、うん、からそのスポーツ系のサプリとかもう一回ちょっとあの、ね、トレーニングがてらこれは私もプロテインは狙ってますからいい、ね、<laughs> ショップさんあったら教えてくださいピージオ。ねとんちゃんもねそう言ってたんでね。そうなんですよ ちょっとリサーチかけて探してると。本当ですか？で <laughs> ちょっと印象を教えてくださいね。<laughs> お願いしますね。<laughs> さあ、そしてこの買い回りは、まあ、ふるさと納税の自治体でもオッケーなんですよね。そうです。うん、もうあのもう半年経っちゃってるので、ええええ、あのこっから残り半年って結構あっという間に来ちゃって、うんうん、あそういえばふるさと納税あったなとか、うんうん、テレビでふるさと納税の特集やってて。はい そういえば今年やってなかったなって思う方バタバタしますからね。そうそう。結構大変じゃないですか。なんだかんだ書いて出さなきゃいけないとか、あれついつい忘れがちなんで、もう今のうちからやっていただきたいと思います。で、これスーパーセールの買い回りのショップさんにも対応されますからね。そうですね。もう一店舗としてカウントされますので、一ショップはこちらでやっていただければ。 さあそして質問来ておりますポイントを稼げる、はい、ショップを探すコツってありますか。はい、えー、こちらはですねあのやっぱりサーチ使っていただくしかないんですけど。サーチとははいあのサーチはまあ例えばトップページとかにあるんですね、はい、ものですねこちらはいこちらですねここのサーチのことですねまあ本当に例えばですけどはい。 うんさっきの飛騨牛とかで検索してみましょうかあ違う違うあキーワードからここで探すんですねそうですね飛騨、うん、牛とかで探していただくと、はい、出ますか、ね、出るかな 買い物が多いですうもうふるさと納税とか出てるじゃないですかここにあ、本当だやっぱ検索されてるんですねそうなんですよやっぱこのね時期に知ってる人は結構ね、うん、やってるんですねやってるんですよすごいわふるさと納税、ねうん、いいですからねこういった形で出てきますね、はい、サーチするとでこの上に出てくるおすすめクーポンとかああこれ知らなかったそうこんなのもね最近で、ね、出てくるんでね こうやって便利ですねそうなんですよ、うん、でここであの情報を仕入れて、はい、あ実はこれ800円引きで買えるじゃんっていうことがあったりするんですよてくるんだほらここにポイント10倍とか,書いてあるかあこれ分かりやすいですね、はい、これをまず見ていただいて、はい、ここであ,あ検索して買っていただくっていうこれスーパーセールの時だとやっぱりもっとポイント率高かったりもしますしねそうですね、うん、あとスーパーセールの時ってまああのー 明日以降ちょっとまた説明させていただくんですけどはいあはあ<の>じゃあ言わないときます今日ちょっとだけちょっとだけね半額サーチっていうのへえ何それ何それキレなる半額サーチ半額サーチっていうのがえスーパーセールの時だけですかスーパーセールの時だけ知らない知らないそうこれねあの半額でいろいろねあの検索できちゃうっていうやつがあるんで。えー あいただきたいなと明明日、ね、明日以降でですすねね出てくるんです、ねはい、明日はちょっとね事前準備とかのお話をどんどんしていきたいなって思うんですけどね気になる、はい、あそうだあ今ねいい質問が飛び込んできました、はい、最大35倍に、はい、楽天イーグルスが勝つと何倍になるのっていう質問なんですけどもちろん、はい、イーグルス勝つと1%乗りますので。はいはい 三十六倍、最大三十六倍になります。ちなみに昨日勝ちました。はい、なので、今日は二倍,倍ですね。うわこれがスーパーセール期間中にかぶったら、はい、さらにプラス一倍でス。いや、今。超しですから。はい、スーパーセール中も買っていただいて。そうですね。あ、すごい。これ両方楽しめますね。そうですね。うん、最大確か三回は。あの、チャンスがあると思うんで。 試合のうわすごいそれもチェックしてるんですかねそれもチェックするこれスーパーセール中3試合あるなみたいなはい阪神戦阪神戦があるとなるほどこれも勝って頂いてこれを勝って頂くともう次の日からもう言ったら0時からですよそうそうかうそうそうそういうそ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 ちそう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  これちょっと気をつけなきゃいけないのがイーグルスは絶対エントリーが必要なのでエントリーしてください今、このトップページに出ておりますけどもこちらからそうですねこちらクリックしていただくとこんな形になってエントリーはこちらって出ますのでここれれ絶対押して簡単にエントリーできますからそうですいここで通常購入楽天ブックス楽天コボと。 はい、こののつが対象になりますのでこれって勝った次の日は必ずエントリーしなきゃいけないんですよね。違います、うん、これはあの、ね、ポイントアップ対象期間ってこれ書いてあるんですけれども <laughs>、はい、これに必ずエントリーをしてくださいという形になりますので。はいはい はい。これ今までエントリーねし忘れてた方いるかもしれませんけども必ずエントリーするようにしてください。でこれでビッセルが勝ったらさらにあのプラス1パーセントそうですよ。来るんですよ。そそのチャンスはスーパーセレッジあるんですか？今回は。今回は。今回は。今回ちょっと残念ながらない。ない。けれどもまあ通常の日はそうですね。ありますから。ありますか。らはい。うわあもうこのトップページにも。 このスーパーセールならではのね、バナーもたくさん出てますんで。はい、そうですね。こちらもぜひチェックしていただいてという。はい。特別アイテム予約受付中とかあるんですか?。そうです。あります。これもですね。れも知らなかった。明日,明日ですね。明日,明日からちょっと事前準備の。お話をちょっとしていくので。まだ今日は言ってくれないんですね。今日はね。 もうそろそろね,ね。あ、エンディング行きましょう。楽天市場父の日特集もやっております。はい、こちらです、はい。こちらでございます。ったった父の日は母の日に比べて忘れられがちですけども、お父さんにありがとう。はい、ぜひ。皆さん伝えてください。お肉。そうですね。もうお肉美味しそうですね。<laughs> ちょっとね、あの、うん、スーパーセールの人ちょっとね。ずれ,てますずれちゃうんだけど。はい お得に買っていただいてワンランクグレード上げて遅れてごめんねです実は忘れてないよという形で私すそういったこともできますので感謝の気持ちはいつ伝えてもいいのかないいこと言った BGO ポイントアップ率以外にもいいこと言ううんでですすねねそ人のポイントもゲットしてるうお そんなにうまくなかったですけどありがとうございます <laughs> <laughs> さあということでもう今週1週間は皆さんですねスーパーセールに向けて大攻略スペシャルをお送りしていきますので P チ o もね、はい、4日間よろしくお願いいたしますそうですねはい明日は第2弾でございます第2弾はスーパーセールでお得に買うにはまずどんな準備をすればいいのかはい P チ o ちょっとちらっとちらっとどういう 明日はどういう感じ準備ですか、はい、もうさっきですねちょっとあのページでちょいちょい見せてた<っ>この、うん、あこれかここですねここから下をちょっとやっていきたいなとわかりました思います明日も皆さんお見逃しなく、はい、ということで夜8時から明日も生放送でございますので、はい、ぜひぜひご覧くださいでは <laughs> とりあえず今日はバイバイでお別れしましょうか、はい、せーの バイバーイ。バイバーイスーパーセールもうすぐ。 こんばんは今夜も始まりました楽天スーパーライブ TV MC の遠塚の美子ですよろしくお願いいたしますさあ今日もですね衣装はイーザッカマニアストアーズさんに協力していただきましたじゃーんちょっと素敵ですよね今日の衣装はですねこちらがシャツこれフラワープリントのシャツになっておりましてこれワンピースとしても着ることができますが今日はワイドデニムパンツを下に合わせてみましたこれやっぱり ワイドのデニムパンンツ今シーズンも流行っておりますでこのライトオンスのワイドデニムパンツ新色の黒今私が入ってるこの黒がですね追加されましてちょうどこの着丈的にもね足首が見えてこれから夏のシーズンも涼しげでいいんじゃないでしょうかそしてこのシャツワンピースちょっと徐々に上に来ていただいたんですけどももう一回下がっていただいて全身映ったこのフラワーのねこの転写したみたいなプリントがとっても 可愛くてロマンチックですよねそして足元はロープメッシュラバーパンプスになっておりますこちら驚きのお値段1080円とっても歩きやすいですし軽いのでこう旅行とかに持っていくもう一足としても便利だと思います夏のシーズンこれ涼しいこともあると思いますし <laughs> これラバーパンプスなので水とかもまあ多少は大丈夫ですようんきっと はい、合計で一万五百八十四円、トータルコーディネートでこのお値段です。飯ーザマニアストアーズさんのページ、ぜひチェックしてみてください。さあ、それでは色合いをこっちに移動します。さあ、ということで本日はですね、PGO ポイントレター、はい、岡野さんと一緒にお送りします。どうし,しますしお願いいたします。さあ、はい。 pgo がいるということで、はい、早速始めてまいりましょう、はい、いよいよ今週末から楽天スーパーセールが始まりますいということでよりお得に買い物を楽しめるように、うん、今日から4日間連続でスーパーセール直前大攻略スペシャルをお送りいたします もうスーパーセールといえば一大お祭りでございますので、そうですね。もうここは PZO さんに大丈夫ですか？大丈夫です。まさか緊張されてます？大丈夫です。緊張はしてます。ますます。大丈夫です。ぜひもう徹底的に攻略していこうと思うんですけども、そうですね。はい。今日はまずあの初心者の方に向けて、まあ基本的なところですね。こちらはですねあの五つのキーワードで紐解くスーパーセールと。 ということでやっていきたいなと思いますなるほどだからこのじゃん後ろにホワイトボードがあって5つ書いてあるわけですねもうすでにそうですねすごーい、はい、早速ねちょっと見ていきたいと思うんですけどえちょっとま,まだい待ってくださいねはい <laughs> ま,まだ私が言うことがありますからね <laughs> えっとですね先にちょっとそのプレページを見てみましょう、はい、じゃーん 移りますすかここちらですねこれ私も見たんですけどもどど、はい、すごいですよね、事前にですね超目玉アイテムが公開されておりましてその他にもこちらねねそうです、ね、お得への第一歩、うん、予習事前準備とそうなんですセール開始前だけのチャンスですからね、はい、こちら抽選100名様限定となっておりますのでもう,あもう抽選に応募済みですね。はい そうもちろんね私もオープンした瞬間にすごいもうやってますからお得への第一歩でこちらね、ね絶対やっていただきたいと、はいとこですね。またこうやって山分けだったりとか、えー、あとこの予約アイテムだったりとかってだーっともう長いページがもういいろんなことが書いてありますね結構、この事前ページを見れば攻略できるものなんですか、はい そうですね。こちらでまあだい六割は攻略はできるかなというところですね。六割か。はい、じゃあ,あと四割はどうすればいいんですか。四割はこのスーパーライブ T.V. を見ていただければと思います。ありがとうございます。これ四日間連続でやりますから。はい。あとよだから今日一割まずそうですね。OK になるってことですね。<laughs> 今,日今日まず十パーセントコレクしてと。 ということで、今日一1日目はです、ね、まず知っておきたい基礎知識を BGO に、うんはい、紹介して、はいえー、いただきたいと思います。はいはい、5つつののポイントこ、はいはい、こちらです、ね、そうですすねね、はい、まず1つスーパーセーパセルとはと,いとこ、ね、はいうろその次が 半額アイテムこれもうホームページに書いてある通りなんですけども、はい、やっぱ何といっても半額アイテムっていうのが一番魅力の一つとなっておりますので、はい、こちら解説していいいきたいと思います、うん、そしてこちら3つ目、はい、この「スーパーポイントアッププログラム」ほ<う>これがですねあのいつも楽天市場でやってるプログラムになってるんですけども、はい、なかなかですねあのこういう番組をやってると「うん、スーパーポイントアップって何?」 っていうのをすごいやっぱ聞かれるんですね。私も最初全然分からなかったです。うん。うん、そうですよね。スーパーポイントアップってなんかポイントアップしそうだけど、うん、えどういうことっていうのが。そうですね。どうすればポイントアップするんだろうって思っている方多いと思いますね。そうですね。うん、はい。なのでそこのポイントをちょっと詳しく分かりやすく解説していきたいなと。あとその四ですね。こちら、はい、スーパーヒーローズ。うん、こちらがですねあのすごい可愛い。はい。無料のスロットになってますので。うんうん こちらはですね、解説していきたいなと思います。はい、そして五番目、はい、これが一番まあ重要かなと。<う>最大三十五倍って言ってるけど、まあどうやったらなるのかと。いやそうなんですよね。この事前ページにもポイント最大三十五倍って大きく出ておりますけども。うん、そうです。これどうやったらいくのか。そうです。P.G.O. は言ってるわけですもんね。そうですね。毎回。毎回一つは言ってます。すごいね。確実に。さすがポイントゲッター。<laughs> この前岡野さんのここだけの話名刺を見ましたけども名刺にもポイントゲッターでちゃんと入ってましたねもうようやくいいたただの誰に購入いただいたのかちょっとよく分かんないですけども。ということで PGO じゃあまずは1からもうスーパーセールとは何なのかをまず教えていただけますかそうですねもうスーパーセールとは文字通り超セールと。 なっております。いや <laughs> いやいや。はめていうほどのことでもない。<laughs> い<や>今、超セール、超セール。超ルいや、だスーパーセールですよね。<laughs> 同じことを何回も言ってる感じで。まあ、だから、その楽天市場で開催されるセールの中でも。はい、そうです、ね。特にスーパーってことですよね、はい。そうです。もう一番すごいセール。うん,うん。うん。これもう、あの、楽天もそうなんですけど。はい、楽天市場に出店されてるショップ様が。ええ、あの、やはり一番力を入れてくる。 いなのでもうテレビ CM とかもバンバン入ってると思うんですけども。はいはい、いましたもうやってますよね、えー、はい,っていうことはショップもう買う側は私たちはもちろんショップさんとか、はい、もうみんなが一台に力を入れているのがこのスーパーセールってことですね。そうですね、うん、まあショップ様も勝負だし、えー、ユーザーも安く買うっていうところではやっぱ勝負の一日。うんうん なっておりますだからこの事前の1週間ね、はい、大事なわけですよ。でまあセールのイベントといえばこうお買い物マラソンもありますが、はい、これとはどこ,か、はい、どこかが違うんですかそうですねお買い物マラソンと違うところっていうのはやっぱりポイントの倍率だったりとか、はい、あとその各種お店が出してくるクーポンとかですねそういったもののお値引きがちょっとよくなってたりとかやっぱりあのテレビ CM とかやるのでまだ楽天で買い物をしたことがないとか。 あんまり買ったことないけどちょっと見てみようかなっていうお客様がですねもういっぱいいっぱい来るんですね、うん、なるほどなるほどでこの時にやっぱりお店もやっぱうちのお店で買ってほしいというところで力を入れてじゃあうちはふだん500円引きのクーポン出してるけど今回は1000円出しちゃいますよっていううわーなるほどスーパーセールに合わせてクーポンが大量に出る可能性があるってことですねそうですね すごいやっぱスーパーセールって本当にその目玉アイテム、うんはい、半額になるアイテムだけじゃなくてちょっとずついろんなところで安かったりとか、うん、もう全部がていでですすよねねそうですね、うん、なので、もうこの,あの、まあ、102時間ぐらいですか、ね、10はい、まあ最大20倍うん、うん、でこれ、ですねなんかよくわかんないなと思うんですけど20倍っていうのはこういうこと。 ふ、うん、<の>普んの1%にショップ様が独自に19倍まあ20倍ですねこちらつけていただくとプラス19%、うん、で合計で20%になります、はい、なのでこれが乗っかってきてドンという形ですねはい、はい、ただこれだとまだ26倍なので<ー>最後にこの買い回り ンはい、こちらがプラス9%に、はい、なりますのでこれで最大35倍となります。本当だちょっと今じゃあ足した2つについて詳しく聞いていきたいんですけど、はい、このショップポイント最大19%っていうのは、はい、どういういこ,これはショップ様が独自にうちはあの、まあ、お客さんにいっぱい来てもらいたいんで10倍だったりとか。 20倍だったりとかって歓迎しちゃいますよっていうことで、うん、あのお店独自につけてるポイントになります。なるほどということはショップさんによってここの部分は変わっっててくるってことです、ね、そうですすねねそうん、うんはい、こちらが、まあ、例えば少ないところだと本当にあのこちらの基本ポイントのみうん、うん、買い物したら1%貯まりますよっていうだけなんですけど、はい、これがあのお店によってはもうこの時期だけ。 期間限定で20倍つけちゃいますと。はい、わ、もうすごい太っ腹ですよね。はい、これちなみにスーパーセール以外で20倍とかをつけるショップさんっているんですか。はい、うん、まあいますね。あ、いるんだ。意外と。います、ね。でもまあほぼあんまりないってことですよ。 そうですね。やっぱなかなかやっぱり二十倍ってことは二十パーセント引きってことじゃないですか。うん、そういうことですよね。ポイント還元ってことですからね。だから千円のもの買ったらもう二百円返ってくると。うん、いやすごいことですよね。はい。だからスーパーセールになるとこのポイント二十倍っていうショップさんが結構増える、はい。そうですね。やっぱ皆さんあの力入ってくるので、もうここで勝負だと。うん、なるほど。はい。 多いな。まあ二十倍までいかないにしても十倍は結構多いですよね。そうですね。はい。まあ五倍普段本当につかないところでも五倍とか、はい、やっぱ十倍とかっていうのはかなり増えますね。うん。まあ、だからスーパーセールに合わせて各ショップさんこういったポイント何倍っていうのを上げてきてくれていますから、そこも注目してショップポイント最大二十倍となりまして、そ,でねうん、そのもう一個上買い回りキャンペーンっていうのは、はい。 どういうことですか買い回りキャンペーンは、うん、えーとちょっと、ね、商品を実際に見ながら説明したいなと思いますけれども、えー、例えばこの父の日にギフトとして紹介していた、はい、あの木桜さんのですね、はい、こちらの父の日のセットがットです、ね、あるんですけれども、はい、こちらねよいセット、はい、これも三3400円で。 売ってるんですけれども。豪華ですよ。これグラスもついてますしね。そうですねもグラスもビールも。ついてたりうん、うん。いや、お父さん、これ送ってくれたら。嬉しいと思います。娘に送られたらね。ねあ娘から送ってもらったら。はい。うん、で、それを、まあ、例えば、これ一本だけ売ってます。って言うんで、まず一本、ちょっと飲んでみようかなと思って買いましたと。で、その後で。まあ、スーパーセールやってるから。とりあえず、これ二本買ってみましたと。うん,うん。うん。 いうこととをしても1店舗と、はい、まあそうですよね同じ店舗さんですからね、はい、同じショップで買い回りにしかなっていないのでうん、うん、これだとあの買い回りの条件にはならないという形なんですね、うんはい、だけどこれが例えばですねそちらにあるはい、はい、本坊造さんでしょはい、はい、じゃんこちらの本坊酒造さんのこちらも父の日にはおすすめでございます、はい、じゃああの父の日のギフト、うん こちら飲み比べセットですねはい。開けてみましょうか当時厳選のはい。これねのっちさんもね、飲んでましたねそうです私もいただきましたけどもとても美味しいものばかりでしたねそうですよねでこちらもし買っていただくとまず本坊酒造さんで一個買ってこの木桜オンラインストアさんで一個買っていただくとこちらで二店舗と2ショップ買い回りと もう二ショップ買い回りができたわけですね。はい。二ショップ買い回りができました。でさらにさらにこの肉の樋口さん例えばはいこちらですねひだ牛の牛まぶしセットもう豪華ですよね。豪華これをまあさらに買っていただくとこれで三店舗と三店舗買い回りってことですね。買い回り達成となりますのでプラス二パーセントさらに付いちゃいますとところですね。すごい。 と、はい、いうことはスーパーセールは 1>,、はい、まあ1店舗で大量に買うっていうよりは、はい、いろいろな店舗でいろんな商品を買うのがおすすすすめとうこででねねそやっぱりあのショップ様によってはあのこの買い回りっていうのを結構重視されてるお店様もいるので、はい、1>, 1ショップ1,000円以上税込み必要なんですけどもうん、うん、例えば1,000円、まあ、これが1個例えば1,000円だとしたら、はい、1,000円1,000円1,000円で3,000円。1, 違うお店で買っていただければプラスえ2パーセントポイントが付いちゃいますと。なんかだからスーパーセールになると千円ポッキリ商品っていうのが出てくるわけですね。うん、そうです。あ<ー>そういうことです。そっかだからいろいろなショップさんでいろんな商品を買って、はい。まあ今回こう父の日ギフトとしておすすめしましたけども、はい。まあお中元とか、そうですね。これからの季節、はい。だからお中元も一つのショップで 全員に送るんじゃなくて、はいろいろなショップで一人、この一商品ずつ送るのがいいってことですね。そうですね。なので、例えば、あの、まあ、あの人はちょっとグルメ好きだったから、うん、あのグルメ。あげようかなって思ったら、はい、さっきの向この樋口さん。向樋、ね、口さんのひだ牛をちょっと牛肉好きな方に送っていただいて。うん、お酒が好きな方には、本坊酒造さんだったりとか、うん、まあ、こちら焼酎の。 美味しい焼酎になっているので、はいうん、ええー、日本酒がいいと、いう方はこの黄桜さん。まあ、買っていただくのがいいのかな、という形ですね。なんか、そうやって、まあ、相手のことを考えて送るっていうのも、すごくいいことですしね。そうですね、うん。いろんなショップさんで、買い回りもできますから、おすすめになっております。はい、ちょうど、今、お中元もそうですけども、はい、ボーナスもね。 そうですねやっぱボーナス出たからとかボーナス出そうだから何か買おうかなって思ってる方すごい多いと思うんですよ。なやっぱ家電とかこうなっちゃうじゃないですか、はい、例えばテレビ買いたいなとか、はい、あのレコーダーちょっと新しく買い替えたいなって思ってる方がいたらまずはあの10個買い回っていただいてそれからあなるほどそうかそうです私今家電を 全部いろんな店で全部買うとそっかそっかこまごまとした例えば1000円ぐらいのものをまず10店舗、はい、買い回りした後に家電っていうその大きなお買い物をすればポイントその分つくってことですもんね。そう,ですそうかじゃあスーパー1そういう大きな買い物をするのにもおすすめってことですね。 特に今回は<ー>あのやっぱ6月って夏のボーナスが、はいうん、まあ今ねちょっとね景気もね上向いてきたので<お>ちょっと期待できちゃおうかなっていう感じ夏のボーナスボーナス特集もね先日紹介してたと思うんですけども、はい、ここで何買おうかなって思ってる時にやっぱりいろいろちょっと小物をまず買っていただいて、うん、でそこでまあ9個。 買ってていいただいて、はい、最後の1個でじゃあいよいよ本丸としてレコーダーを買うとかそしたら普段ね10倍とか20倍なんないじゃないですか、うん、レコーダーとか、うん、もう5倍ぐらいがいいとこですね、まあ、最大ついても、はい、でそんな時にそれを買っていただくともうそれだけでまずは10倍確定じゃないですかすごいですよすごいことですよそうですよねうん、うん、でそれでスーパーポイントアップ、うん、これ組み合わせていただいたら15%。うんうんうん ポイント還元とかになるわけじゃないですか。はい。それは一万円で千五百円返ってきますので。すごいすごいことですね。いや、万円で四千五百円ですよね。おお、計算早い。今全然計算できなかった私。早いですね。だってそれこそテレビとか、うん。四五万円するようなものを買ったら、それだけそのポイント還元率が高ければ、うん。返ってくる量も多いですから。そうですね。なるわけですよ。すごい。 で、4500ポイントとかもらったらまたその4500ポイントで楽天ブックスとかで DVD 買っていただいてもうねでお洋服とかもね買えますし、はい、うわー夢が広がっちゃいますよね BGO はそうやってるんですかいつもそうですね私はね基本的にゼロ円で買いたいなーっていつも思ってるんで <laughs> <laughs> もうポイントでまくって、ええ、ただちょっとねあのー まあこの仕事を始めてから、うん、えこの仕事というのはあれですか、P G O、P G O を始めてからですね。<laughs> はい、P G O という仕事を始めてから P、はい、P G O という仕事を始めて肩書きをもらうまでに、はい、もう今年全部のセール参加します <laughs>。すごいで。全セールで、はい、あの10個 <laughs> 以上買,買いまわってるんだ。はい。ポイントもらっちゃってるんで、はい、もうすでに10万ポイント超えました。ええー。すでに10万ポイント超えてます。すごい。 はい、でえだって、ま、今年でいや今年ですよもう5か月で10万ポイントはもうたっす,すごい人がいるもんだ、はい、え、ってことはこのスーパーセールでどのぐらいまた貯めようとお考えですか、まあ、だいたい1回で貯まる量って1万5千から2万ぐらいは貯まると思うのですごい,いやそんな PHO でもやっぱりスーパーセールが一番貯まる。はい そうですねですやっぱトータルで見るとスーパーセールが一番たまってますね。な、うんやっぱでかっていうと、うん、やっぱお店の力の入り方、うん、でこれがもう段違いに違う段違いに違ういそうなんですねもうやっぱりみんなねスーパーセールってなるともうみんな「えいえいおっていうぐらいあの<う>気合い入ってここに合わせてもうここに合わせてもう焦点合わせて。 もだから、それだけポイントを食べている上に、うん、ショップさんのことも知り尽くしている p. G. O. が言うから、間違いはないですよね。そうですね。やっぱお店と、うん、あのユーザーの勝負の時なんですよね。え、お祭りの雰囲気がだいぶ変わってきましたけど。この説明ページに行きますと。で、この下にですね。はい、こう組み合わせは自由ですよってことが書いてあるのと同時に。うんうん えこれ今あなた達成してますねっていうのがこれも分かるとあどんどんこれもう達成ってなっていくわけですねそうですねうん、うん、はいなので今あなたのベースポイントは4倍ですとはいなので4%還元ですよ、うん、でこの状態ですねこの状態ですねでアプリを落として使っていただくと5倍になりますと、うん、はい5%還元でいつでも 買えますよっていうところになりますね。これがまあベースのポイントになっていくわけですね。はい、そうですね。こちらがベースのポイントとなっていきます。ということはまあ今すぐできるアプリをダウンロードするっていうのは、はい、これダウンロードしただけでプラス一倍つきますから。そうですね。まだしてない方はぜひ、はい、まあスーパーセール前にしていただいてね、はい、ねえ切り替えられる方もすぐね切り替えていただければ。そうですね。はい。うんうん、で楽天モバイル使っている方はもう常に。 あの一パ一倍,倍、うん。ついてるってと、ね。ついてるっていう形なので。うん、もうどん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 ポイントアップしていくよっていうところですね。はい。はい。すごいな。はい。本当にたまりやすいですよね。はい。めちゃくちゃたまります、ねうんうん。え、これでも。すごいですね。本当に。あ、なるほど。こういう説明の画像もありますから。そうですね。ぜひこちらのページ見ていただいて。はい。うん,うん。で、まあ、本日のポイントアップ商品とかって。 ありますので、はい、ここをクリックしてもらうと、またちょっとお得なポイントアップ商品とかが見ることができると,いうところですね。はい。はい。では戻っていきたいと思います。はい。はい、で、このスーパーポイントアッププログラム七パーセント、はい、まあいつでも七パーセントついてくるっていうプログラムなんですが、はい、このまあ自分の条件をチェックしてベースポイントを確認し、うん でからスーパーセルを迎えると。そうですね。うんうん、これがまず基本。基本超基本。これが基本です皆さん。超基本です。<laughs> これまずわからないと <laughs>、うん、あの自分が果たして35倍の資格があるのかどうかっていうのがまずわからない,い。そうそうそうなんですよね。うん、だから一回確認してみるのはいいかもしれないですね。そうですね。うん、はい。結構あの。 まあ買ってる方の声っていうのをまあ今日のプログラムもそうなんですけどあの実際に何聞きたいっていうのを事前にアンケート取って確認して作ったんですけどおおすごいなるほどなるほどそうしたらあのよく分かりませんっていう声がありましてで社員でもあの正直な話自分が何パーセントぐらいたまるのかなっていうのが分かってないとそれはよくないですね。それがもうだめなんであのちょっと教えて PGO と。 なるほど。ということで、今日はもうだから教えて P.G.O ですからね、はい。そうですね。皆さんからわからないことがあったらまた、はい、あの <laughs> 書いていただいて、今日 YouTube ありますからね。もねどしどしはい。どうしどうしいただければと思います。はい。さあ、そしてその四。はい。こちらスーパーヒーローズ。はい。これがですね、うん、無料で遊べるお得なスロットとなっておりまして。はい。 これもうね下の方にあるんですけれども、はい、このこちらですねはいかわいいですよねこれをこうまく押していただくとスーパーヒーローズに挑戦すると、うん、で総額1億円相当のポイントとかクーポンがザクザク当たっちゃいますよというのがスーパーヒーローズと。 なっておりますこれも簡単でしかも登録もいらないですし、はい、無料ですからそうです、ね、もう今すぐぜひ皆さん挑戦していただきたいですね。でこれやるとヒーローたくさん呼んで 600,、うん、600人ヒーロー集めて、はい、こちらですね200円分のクーポンボーナスクーポンっていうのがゲットできちゃいます。うん、い,やーいいいやで「すよこれは、うん、でヒーローズの秘密その日 はい、書いてあるところこれがステージごとに得点っていうのがありまして、うんはい、でただでさえ結構いろいろ、まあ、ポイントもクーポンも山盛りだと、はい、さっきは <laughs> 話させていただいたんですけどうん、うん、このステージ、えー、と本日からですね、はい、12日の10時から引いて頂い,いて、うん、当たればこの30ポイントすすごいでよねもらえます。す なんで二十万本出るんで、はい、これまだ引いてない方、うん、あの十四日まであのこれ出ますので、はい、あの今日明日あの必ず引いていただきたい。でもう何なんだろう出てる方もいらっしゃるってことですよね。僕もさっき出たんで、えーはい、引いて出なんで。二 <laughs> 十万本の一本を引いてるんですね。本本 <laughs> ゲットしました。ちょっとせっかくだから一回やってみましょうよ。そうですね。ね、こちらね、マすぐ挑戦する。 これね結構ねかわいいアニメーションが、ね、これ楽しいでですすよねねそうですね <laughs> でこの SN「SNS ログインをおすすめします」って書いてあるんですけど、はい、SNS のログインをしておくと、はい、あのデータがセーブできるのでへ<ー>例えばあのスマホで弾、ね、いても PC で弾いてもちゃんとログインさえしてれば例えば自分がもう100人集めてますって言ったらじゃあ次は101人からスタート形になりますので。へ<ー>えい さあヒーローさあヒーロー今呼びますよそれでいい家具 <laughs> それでいい家具が出ましたね何か掴んでくれましたはいショップ限定クーポンおーすごいこういった形でうん、うん、あのもう店内全品20%オフになるクーポンすごいですよねもうすぐゲットできちゃうんで,いで、ね、はいも自分で自分のページからクーポンを見ることができるとそうですねいうことですねこれもうもう本当にお買い得ですね 間違えちゃった。これちなみに一日一回なんですか。いや、一日も何千回でも。ええ。あ、これ出たヒーローたっぷり呼ぶ。これなんですか。これね、レアボ、レアもので。レアボタンで、これ押すと、いっぱいヒーロー呼ぶんですよ。ええ。三十人のヒーローたち、来てくれましたよ。そう、一発で三十人来た。何それ。そんなことあるの。そんなことあるんです。ラッキーヒーローズになってる。 そうなんですよ。あ、うん、あ一気にレベルさに,に達した。なった早い。そうなんですよ。<え>で、これもうレベル三だと12人以上なんで、はいはい、レベル四で100人からなってますね。なるほどですね。そうです、ね。で、これを600人集めていただくと、はい、この200円分のボーナスクーポンっていうのは出てきます。あ、もうもらえるんだ。もらえるんですよ。すごい。え、たくさんヒーローを呼ぶにはっていうなんかあのコツも書いてあるんですね。はい、ですね。はい、ヒーローをたっぷり呼ぶ裏技。これ。 チラシにたまに現れるヒールをたっぷり呼ぶ。さっき出ましたよね。そうですね。さっきはえっ、ー、と二個目ですね。ショップ限定クーポン取得後なので、<あ>これ取ったら一回使えるんですよ。あ、じゃあいろいろなパターンでヒールをたっぷり呼ぶが出てくるわけですね。そうですね。へー。 だからここに一ばアプリのお知らせに現れるヒーローをクリックするとってあるんでやっぱ一ばアプリは入れておかないと損そそううででですすすよねね<う>お知らせに現れるんですもん、ね、そうなんもなうう、うん、で、あとパンダヒーローですねうん、うん、お買い物パンダこれかわいいいろんなコスプレをして出てくるんですけど、えー、これを集めるとまたヒーローをたっぷり呼,ぶって呼べるとかわいいこれ全部集めると、うん、まあ600ぐらいにはなるかなとそうところですね。はい え、ちょっともう一回引いてみましょうよ。せっかくだから、どんな。すごい、本当だ、裏技発動してる。そう裏技発動してる。パンダヒーローでないかな。あ,あ、パンダヒーローでなかった。いや、これ、まあ、なん、ずっとね。水コップが。水コップ。出てきました。さあ。さ何が出るかな。何でしょう。あ、あシャープ限定クーポン。ソウルベリーさん。はい、全部二十オフ。これ、すごいですよね。これ、店内全品ですよ。 うん、店内全品が20%引きでもう買えちゃうとう超お買い得じゃないですか買い得えこれだってしかも何回でも弾けるわけですからそうですねもう自分の好きなショップというかショップ好きなジャンルが出るまで引き続けたらいいうん、うん、そうですよね、はい、もうそれだけで100ぐらいはいくんでこれもうじゃあだから空いてる時間は常にね,そうですねちょっと押し,押してくださいよ <laughs> って感じで。でっずっと押してれば。<laughs> ずっと押してれば、ずっと溜まっていくっていう。っていうことですね。はい。送る人が出ましたね。ねそうですね。これヒーローのね。そうです。まあ、ヒーローは、あの、一応楽天のサービスとかをもじったものが、はい、結構多い、ね。なるほど、なるほど。はい、おお、すごい。まあね、黒酢が出ましたね。わ、楽しいですね。これ。そうですね。もう、これ、どん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 、ひ、引いて、ね。自分が興味ある。もの。が。出ますからね。だいたいね。 そうですねこれあパンダ出たパンダヒーロー出たパンダヒーロー出たパンダヒーローかわいい買い物パンダライダーですねみんなの人気もの出るですねすごいこれ結構ね面白いんですねやっぱりはいこういったででゲ今パンダヒーロー出たんでパンダヒーローがさっきのパンダヒーローの中の一個なるほどなるほどそういうことか 形ですね。うんうん、なので、こう、こういう感じでですね。これね、パンダのオフィシャルサイトとかにね、すぐ飛んだりとかも。できちゃうんでね。かわいい。こういうの見て、なんかちょっと癒やされながら、また引いてみたいな。うんうん、ずっとできますね。そうなんですよ。これ結構楽しくて、うんうん、僕も何回も何回もずっと引いてて。またこれかとか思いながら <laughs>。またこいつ、同じやつ出てくるん、ね。<laughs> 出てくるんですね。同じやついっぱい出てくるんで。そうなんだ。 でもまあスーパーセール前にこうやってクーポンを獲得しておいて、はい、スーパーセールに使うっていうねそうですねこちらスーパーセールも使ってもらって楽しんでいただくという,、はい、と,いうところですねなるほどもうこれ準備することいっぱいありますねそうですね、うん、もういっぱいありすぎてちょっと困っちゃうんで、うん、まずは今日は基本基礎知識,基は基礎知識ですね基礎知識というところですね、はい、でその後ですよはい、はい、その後 最大35倍はどうやったらいくのかはい、これもうね、すごいやっぱ聞かれるんですよ、うんはい、で、あとはやっぱ聞かれるので多いのって本当に35倍なんのみたいないや、確かにって思うじゃないですか証明してくださいそうですよね、はい、はい。じゃあ証明していきたいと思います、はい、まず先ほど話したこちらですね,ですねはい。こちら7倍ですよね、うん、スーパーポイントアップで7倍となりますと、うんはい、で、これにですねあの ショップ様のポイントが最大十九。お祭りお祭りなんですよ。お祭りなんですけど、もうここからあの勝負の時。勝負の時が来たと。勝負ですよ勝負ですよ。お、急に急にカメラ目線しましたね。なるほど。もうねユーザーと店舗の勝負だなと。わかりました。もういつも思ってます。はい。ちょっとじゃあ今ま今 その後までご紹介してきましたんで、はいはい、まず今日の大攻略スペシャル1日目振り返っていきましょう、はいはい、まずスーパーセールというのは BGO、はいはい、楽天市場で開催されるとってもスーパーなセールのことです文字通りスーパーなので半額アイテムてんこ盛りクーポン出まくりですポイントもいっぱいついて超お買い得です <laughs> そしてそ空に急に読み始めましたけど、はい、なんでどうしたんでしょうか <laughs> そ,そしてそのには半額アイテムがてんこ盛り半額、はい、ア,アイテムてんこ盛りです事前ページにも出ておりますけどもう、はい、もう全部でね95回もセールがありますので、はいうん、50%オフのものまあ50%オフ以上のものというの多数出ますので、はいうん、ここで見ていただいたりとかあとはですねやっぱりそのさっきおっしゃっていただいた1000円ポッキリとか、はい まあ、そういったところですね。これでもう買い回っていただいて。どん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 、あの激安アイテムを探していただければと思います。はい。その通りでございます。さあ、そしてそ3、はい、その三。その三。スーパーポイントアッププログラム。はい。スーパーポイントアッププログラムが。こちらですね。こちらですね。はい。こち,ねはい、こちら。はい。スーパーポイントアッププログラムですね。うん、はい。まず、楽天カードアプリ、はい。 プレミアムカードもしくはゴールドカード、はい、あと楽天モバイルですね、はい、こちらを組み合わせていただくと7倍となります、うん、で7%でいつでも購入ができる素晴らしいプログラムですこちらはもう常に常にそうですスーパーセールとは関係なく常に開催となっておりますのであの今でもこの自分の条件はすぐチェックすることができます そうですね。はい、はい。こちらは専用ページありますので、はい、先ほどの楽天トップページの右側クリックしていただくと、うんうん、自分の条件がどこに当てはまるのかと、はい、すぐに確認していただくことができます。はい。今日はあの PC の画面で確認しましたけども、はい、スマートフォンからも確認できるんですよね。確認できます。はい。ぜひぜひあの気になる方はまずベースポイントをチェックしてみてください。はい。さあそしてその四。はい。の四です。はい。はい。 こちらですね、さっき引いた「お買い物パンダヒーロー」とか出てくるですね、うん、スーパーヒーローズ、はい、こちらも無料で参加できてポイントやクーポンが当たるというとってもお得な企画になってますので、うんえー、中に出てくる、まあ、パンダヒーローですね、こうったらコンプリートすると、えーまあ、こちらちょっと間違ってますけど、うん、全ショップで使える 200円クーポンはえっと6 0 0 6ヒーローですね。ははは。集めるとあそういうことですね。はい。もらえます。わかりました。まあこちらもあのパソコンの画面で先ほどやりましたけども、スマートフォンでもできますので。はい。はい、ぜひチャレンジしてみてください。もう移動時間とか結構やっちゃうんですよね。あれね。どんどん溜まっていきますんで。もうちょい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 引きますからね。もう30ポイント。 もらえるまで皆さん聞いていただけですそうなんです。なんで笑ってるんですか？急にどうしたんですか？え、ピジョは今何百人ぐらい集めてるんですか？えっと今ですね、100、おお、100ちょっといってますね。すごい。さすがですね。さすがポイントゲッターをお仕事にされている方ですね。そうですね。はい。すごいです。プロなんでね。プロなんで。さあそしてその後でございます。はい。はいその後。 もう一度ちょっとこのじゃあ7%、はい、からどうやって35倍になるのかはい。まず自分の倍率を確認していただいて、はい、そしてですね、はいえー、ショップ様のポイントまあその相手も買う時にですね、はい、この、えー、ショップのポイントは何ポイントつくのかな何倍つくのかなっていうのを確認していただいて。はい できればあの19%プラス、まあ、20倍ですよって書いてあるポイントところで買っていただきたいんですけど、はいまあ、なかなかそういったところもあの全部が全部あるわけじゃないのであるものに関しては探していただいて、はい、ないものに関しては極力最大20倍を意識して買っていただくとこのショップポイントっていうのは、はい、その各自のショップさんのページでしか確認すすすることとででできないんですかそうですねじゃあちょっと気になるショップさんで確認していただくという形ですね、はい、ですね。うん それでであとはこちらですね、うんはい、買い回りキャンペーンでプラス9%となりますので、はい、10ショップ、こちらですね1つ目指していただいてというところんなショップさんで、まあ、1000円以上のお買い物をしていただくと、はい、こういったポイントアップにもつながりますのでスーパーセールの時はいろんなショップさんで買っていただくのがいいと,いう,ことで、ね、そうですねやっぱ気になるショップさんの中は1回まあ入ってみて。うんはい 本当にこのまあ商品がどのぐらいプラスになってるのかっていうのをまず見ていただいて、それからまあ比較していただくのが一番お得に買うコツです、うん。しかもショップさん独自のクーポンがあったりもしますからね。そうですね。ショップさんのページもこまめにぜひ見てみてください。うん、はい。えっとじゃああ質問が来ております。今年 PGO が買った中で一番お得だと思ったものは何ですか。はい、お得か。 一番お得これはもううガチでいきましょう一番お得だと思ったもの、はい A、お得っていう表現がなかなか難しいですけども、まあ、ポイントの還元率であったりとか、ね、お安さであったりとか一番,一番お得だったもの、うん、一番お得だったものっていうと、まあ、たまちゃんショップのナッツですかね。 <laughs> すごいたまちゃんショップさんのナッツ,ナッツこれはまず1250円だから1280円ぐらいだったと思うんですけど、はい、そこで、えー、さらにクーポンで200円引きとかでなりましてさらにポイント10倍とかだったんですよね。すごいはい、であとはあもう一個言うと、まあ、ティーライフさんっていうところの、うん。はい まあ多番組でも何回か紹介してるんですけど、はい、お茶ですね<ー>ルイボスティーあルイボスティーはい、うんうん、えっと千円で五十本入ってるルイボスティー、はいね、こちらがなんとポイント二十倍ついてまうわすごいえこれはセールの時ですかセールの時二十倍ついてたので<ー>そこで買いましたね、はい、いやそれはお得ですね、はい、いや。 しかもこの買い回りもした上でだともっとつきますもんね、うん、そうですねだ、うん、からそれだとやっぱりあの通常何もしない状態でもうここまでいっちゃうので、はい、でこれプラスこれだけでもまあ相当ですよねうん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 、こですねということですね、はい、さあそして続いては PGO が今回のセールで狙っているものははい、はい、狙っているもの こちらですねあのちょっとプロテイン買おうかなプロテインまたちょっと飲もうかなって思ってまして、うん、だからそのスポーツ系のサプリとかもう一回ちょっとあのねトレーニングがてらこれは私もプロテインは狙ってますからいい、ね、<laughs> ショップさんあったら教えてくださいピョ、ね、トンチをねとんちゃんもねそう言ってたんでねそうなんですよ ちょっとリサーチかけて探してると。本当ですか。じゃちょっと印象を教えてくださいね <laughs>。お願いしますね <laughs>。さあ、そしてこの買い回りは、はい、ふるさと納税の自治体でもオッケーなんですよね。そうです。うん、もうあのもう半年経っちゃってるので、えーえー、あのこっから残り半年って結構あっという間に来ちゃって、うん、あそういえばふるさと納税あったなとか、うんうん、テレビでふるさと納税の特集やってて。はい そういえば今年やってなかったなって思う方バタバタしますからね。そうそう。う結構大変じゃないですか。はい。なんだかんだ書いて出さなきゃいけないとか、であれついつい忘れがちなんでもう今のうちからやっていただきたいと思います。でこれスーパーセールの買い回りのショップさんにも対応されされますからね。そうですね。うん。もう一店舗としてカウントされますので、一ショップはこちらでやっていただければ。 さあ、そして質問来ております。ポイントを稼げるショップを探すコツってありますか。はい、えー、こちらはですね。あのやっぱりサーチ使っていただくしかないんですけど。サーチとは。はい、あのサーチはまあ例えばトップページとかにあるんですね。はい、ものですね。こちら。はい、こちらですね。ここのサーチのことですね。まあ本当に例えばですけど。はい。 うんさっきの飛騨牛とかで検索してみましょうかあっキーワードからここで探すんですねそうですね飛騨、うん、牛とかで探していただくと、はい、出ますか、ね、出るかな 買い物が多いもうふるさと納税とか出てるじゃないですかここにあ、本当だやっぱ検索されてるんですねそうなんですよやっぱこのね時期に知ってる人は結構ね、うん、やってるんですねやってるんですよすごいわふるさと納税ねうん、うん、いいですからねこういった形であ出てきますねサーチすると、はい、でこの上に出てくるおすすめクーポンとかああこれ知らなかったそうこんなのもね最近ね出てくるんでね こうやって便利ですねそうなんですよ、うん、でここであの情報を仕入れて、はい、あ実はこれ800円引きで買えるじゃんっていうことが本当だ空あったりするんですよほらここにポイント10倍とか,書いてあるかあこれ分かりやすいですね、はい、これをまず見ていただいて、はい、ここであ,あ検索して買っていただくっていうこれスーパーセールの時だとやっぱりもっとポイント率高かったりもしますしねそうですねうん。あとスーパーセールの時ってまああの 明日以降ちょっとまた説明させていただくんですけどはいあ,<の>あはじゃあ言わないときます今日ちょっとだけ <laughs> ちょっとだけね半額サーチっていうのへえ何それ何それキレなる半額サーチ半額サーチっていうのがえスーパーセールの時だけですかスーパーセールの時だけ知らない知らないそうこれねあの半額でいろいろねあの検索できちゃうっていうやつがあるんで。えー あの明日以降も見ていただきたいなと明、ね。明日以降ですね。出てくるんですね。はい、明日はちょっとね事前準備とかのお話をどんどんしていきたいなって思うんですけどね。気になる。はい、あ、そうだ。あ、今ねいい質問がはい。はい、はもう本当に激安のお祭り。お。この時に買うのが一番安い。わかりました。もうこれは言えるかなと思います。おすみつきですね。はい、おすみつきです。<GO> はい、そしてまあポイントゲッター的には。はい。 そのお安いのはもちろんポイントも超つくと。そうですね。やっぱり先ほど申し上げた通りクーポンだけじゃなくてポイントの倍率も実は上がっちゃうんですね。お、これが一つやっぱポイントなんですよ。ポイントめっちゃ言いますね。さすがポイントゲッター。ポイントめっちゃ言う。はい。そうなんですよ。さっきの三十五倍っていうの後で解説しますけど、三十五倍っていう以外にもやっぱりショップ様の中でやうちは普段あの。 ポイントつけないからとか普通の1倍しかやってませんっていう,う、ね、店舗さんも、うん、もう5倍とか10倍とか、うん、20倍とかええー、20倍のショップ様もあるんですねありますうわちょっとその辺も後ほど詳しく聞いていきますが、はい、まずは何と言っても事前ページでも大きく出ています、はい、半額アイテムそうですねもう半額これがやっぱりスーパーセールのスーパーたるゆえんと、はい、なるほど もう半額のアイテムがもうこんだけもうかき集めてきたよっていうのがやっぱスーパーセールのポイントなので、はい、これがもうその2なわけですねはいもうその2入っちゃいますけどもはい半額アイテムてんこ盛りそうですね早速ちょ,ちょっと見てみましょうよせっかくなんで今まだねこれ事前なので<ん>あのページ自体はなかったりとかっていうのがあるんですけど,どまあ例えばピザとかですよね、えー、これ出前の出前 で頼めるデリバリー、楽天デリバリーのところで頼めるナポリの釜、はいはい、はい、こちら、あの半額で。出ちゃったりとかですね。あともう、あの化粧品。はい。こういった。エスティローダーさんとか。お<っ>。これも一万四千が七千円。うん、ええー、本当な。激安じゃないですか。うん。めちゃくちゃお安い。めちゃくちゃ安いですよね。うわ。時計とかも半額になってる。時計ありますね。これ,すこれも半額ですね。 ああああランニングシューズもだ。はい、え？え<う>？え？待って待って一万四千五百八十円が五千八百三十円。はい。もう半額以下,額以下ですね。すえすごーい。はい。あともうルクルーゼとか。うなぎも。うなぎもやっぱ夏場はいいですよね。うん、あとこういったねサイダーとか。飲料系もこういったスーパーセールにまとめて買っておくとね。ですね。結構持ちますからね。うん いいですよね。こういった形でもうずら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 。本当だお化粧品とかも結構あるんですね。そうですね。もうこの招き猫なんてね。あレベットも半額だ。はい、すごい。レベットも半額ですね。こしいこち,ちょうど欲しかった。さあ、他にもおいっぱい。え。ね、電動ペダルか。<laughs> こういった車とかもあるんですね。はい これはまあおもちゃの車なんですけど、これはあの子供が踏むと自動で走るやつですね。うこういったものもあるし、あとやっぱりこうペットを乗せるペットカートだったりとか、はいはいはい、やっぱ普段買うとなるとちょっとお高いものがこれだけお安いと嬉しいです、ね。お、そうですね。こういうプール、大型プール、大きいですねこれ。はい、こんなね子供が何人も乗れちゃうプール、本当ですね。これ大人も乗れそうな。 感じですけど、はい、これも半額だったりとかですね。いや、これ SK ツーさんとかもね、すごいな。あ、これも自転車もだ。自転車もね。え、自転車すごいですよ。これ七万九千九百二十円が一万九千九百円？はい。十個限定ですけどね。これちょっと待ってください、ピジョン。はい。これ十個限定とかっていうのは、やっぱ早いも勝ちなんですか？もちろん早いも勝ちですね。ってことは。 常に見ておかなければいけない。そうですね。やっぱお時間がありますので、うん、時間調べていただいて待ってるしかないんですけど、うん、まあこちらがの一般の方は買うことができる商品ばかりとなりますので。うんうん、なるほどですね。はい、あ、見て一個っていうのもあるんですね。そうですね。これはすごいフランスのバカラが作った日本の縁起物。<laughs> 招き猫バカラの招き猫これすごいですねはい。こういったレアな商品もお安くなってるとそうですねもうてんこ盛りですねうわーなんか PGO が今ちょっと目をつけている、はい、半額商品とかあるんですか僕はあちょっと半額じゃないんですけど、ええ、あの単純にそのポイントではい。 あのポイントがいっぱいつくときに買おうと思ってるグラスとかはあります、ね。グラス？グラス。意外ですね。意外ですか？へ <laughs> <laughs> えー、そうなんですか。やっぱ高いものだからってことですか？かそうですね。あのあ<ー>あ値下げしないんですよ<ー>基本的に。なるほどなるほど。ほど値下げできない商品なので、あ,<ー>あのちょっとそういったポイントをつけて買った方がお得ですよねっていう話ですね。<ー> ここで事前ページは見ることができますしもちろんスーパーセールが始まったらどんどんとページが更新されていくとこれ以外にも本当にお買い得な商品半額以下の商品っていっぱい出てくるので100万商品以上が半額になるというのがこのページに書いちゃってますすでで絶対あれね1万点以上どどんとご用意という形ですね。 はい。じゃあまだ出てないものももちろんたくさんあるということですね。そうですね。うん、でタイムセールって全95回あるんですよおはい。この全95回の中に自分の欲しいものが入るかどうかっていうところもまあかなりあるかなと。見どころですね。そうですね。タイムセールってどうやって見ればわかるんですか。タイムセールは、うん、あの基本的にこのスーパーセールのトップページが、はい、あの。 スタートするとどん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 あの三十分に一回とかで切り替わっていくので、その時間に合わせて見ていただいて更新してで、でそこでまあ買っていただくとの形ですね。じゃあタイムセールはトップページでちょっとチェックするのがまあ一番早いかなっていう感じですか。うん、そうですね。うんうん、はい。あとはお気に入りのショップさんであったりとか、はい、気になるものがあるショップさんは随時見ていただくという。うん、そうですね。やっぱりまず買い方としてはあの常にこう気になるショップからまず見ていくっていうのが。 一番ですねやっぱり普段自分が欲しいとかこれちょっと興味あるなって思ってるショップさん一、うん、回買ったことがあるショップさん例えばお米とか、はい、お水とかはよく買うじゃないですかそうですねそういうところからまず見てって、うん、あ今回クーポンあるのかなとか今回ちょっとポイント倍率どうなんだろうなっていうのをまず調べておくとそれって、はいえー、ショップさんによってはスーパーセール前にもう出てるところもあるんですか、うん クーポンに関しては事前に配布っていう形が多いので。結構事前にもう配ってる。でスーパーセールから使えますっていうのが多い。ですねなる,なるほど、なるほど。もう予告していてっていうことですね。はい、ってことは今もう一週間前ですから、そのショップちょっとチェック、はい。そうですね。しておいた方がいいですよね。チェックしていっていただいた方が、うん、あのより効率よくポイントもゲットできると。見ようん。うん じゃあよく買ってるお洋服のショップさんとか見た方がいいですよねそうですねまあ今日トンちゃんが衣装を着てる、はい、居雑貨さ,さんとかもやっぱりクーポンとか結構発行されているところなんで,そうなんですよ、はい、こんなにあのお安いのにもともとまたクーポンも出してくれているのでそうですよね,ね今日トータルで一万円じゃないですか一、はい、万五百円ちょっとじゃないですかこれ多分一万円 切るんじゃ。とこまでいけるんじゃないかなっスーパーセールなら。スセールなら。でさらにポイントも。ついちゃう。いや、もうこれ。激安。激安ですよ。本当に。ね。ちょっと、ちょっと、じゃ、あ次いきましょうか。三番。はい。三番、じゃ、スーパーポイントアッププログラム。こちらですね。解説していきたいと思います。スーパーポイントアッププログラム。どういうプログラムなんですか。 まあ、文字通りあり、うん、ポイントアップしていくっていうプログラムになるんですけども、うんはい、こちらいくつか条件がありまして、はい、まず一つ目あの楽天でお買い物するだけで、うん、1%, 1ポイントが貯まりますとまあこれれ普段そうですよね。はい、そ,うそうしましたら例えば楽天のですね楽天カードを持っているとこちらプラス3%。うんはい これで4ですよねうん、うん、それで楽天市場のアプリございますので、はい、アプリを使うとこちら 1,、はい、1%これで5%ですねはい、はい、さらにこのカードがプレミアムカードかうん、うん、ゴールドカードに、うん、なっているとさらにプラス1%となりますうんうん、うん、はい、はい、これで6%還元とさらに 楽天モバイルですね、はい、こちら入って頂い,いているとさらにプラス1%となります、はい、これ楽天モバイルもお得なんですよねもう超安いですよねすでこれを全部、えー、クリアしていただくと、はい、7%、はい、いつでも7%でこれはスーパーセール限らず普段でもって普段ってことですよねそうです普段ですふだん,うん、うん、普段7%で買えますというところですね かできる限りこれは達成した方がいいですよね、そうですねポイント貯めようと思う方はね、はいまあ、やっぱ無理ないところで、まあ、大体あの楽天カードで買った方がお買い得なのでそう、まあ楽天カードはね、結構思ってる方、多いと思いますし、はい、アプリも、まあ、正直、ダウンロードするだけですからそうですね無料ですし。無料です、えー、はい でまあ、プレミアムカード入っちゃうと 1>,、はい、まあ1万円とか年会費でかかっちゃったりとか、はい、あと、まあ、ゴールドカードあと2160円ですかね、はい、かかったりとかっていうのはあるんですけどまあすぐ元取れちゃう感じですねこれだったらねそうです、ねうん、プラス1倍だけで考えると、まあ、大体20万円ぐらい、うん、年間で20万円ぐらいお買い物される方。はい は、切り替えちゃった方が、実はお得だったり、うん。なるほど、なるほど。いう形ですね。はい。さあ、そして。はい。うん、そして、これの。こちらですね。まあ、自分が。あの、何倍なの。はい、ベースポイント何倍なのうん、うん、っていう。まあ、だいたいわからないっていう方がほとんどなので。でいやそうなんですよ。はい、それ。ちょっと今どこを押しました。今ですね。はいこの。 楽天市場のトップページの。トップページの。トップページのこちらですね。右側。スーパーポイントアッププログラムって書いてあるところ、はい。はい。をクリックすると。クリックすると。スーパーポイントアッププログラム。